はい、では本日は合格答案作成講義ということでですね、レジュメの1ページのところに今日取り扱う問題書いておきましたけども、司法試験の、まず民法と、刑事訴訟法で、民法の方は平成26年の設問1、で刑事訴訟法の方は平成24年の設問1ってことになりますね。で特に刑訴法の方は捜索の適法性のところなんですけれども、結構今後いろいろな形で出題される可能性がすごい高い、ところですので、これを機会に、しっかりとこう論文の書き方身につけてもらえればいいかなと思いますね。あと民法なんかもちょっとこの後すぐやってきますんで、内容割愛ですけれども、結構面白い問題だと思いますのでね、順番にやっていきましょう。ではそんな感じでね、今このレジュメの1ページのところで今日何やるのかっていうお話をしましたので、今度ね次、ちょっと問題文確認しましょう。問題文5、この冊子で言うとあれかな、皆さんあれかな、問題のページ飛んでますかね、もしかしてね、もしかしたら5ページになっちゃってるかもしれないんですけど、すいません、ピラッととにかくね、この表紙を開けた後の、このね、最初のところ、平成26年の民法の司法試験の問題が載ってるところがありますので、ちょっとここをね、見てもらえるかな、もらえればと思います。でちょっと簡単に事実を確認しておきますけれども、先にね、設問1のね、結論部分見ちゃうといいと思いますね。実際の試験の時もね、これから自分がどんなことを書くのかっていうことが頭の中入ってないとね、なかなかこう問題文読んでもすぐね、頭の中から抜けちゃうんで、ちょっと設問確認すると、A が C による賃貸借契約の解除が認められないと主張するためには、事実6の寡占を付した部分の法律上の意義をどのように説明すればよいかっていうのもね、検討しなさいということになってますね。でこれね、ちょっと大変なのは、この法律上の意義をとにかくね、こう聞かれてるんだけど、この一体何をこう聞いてるのかってことが実はすごく分かりにくい問題になってます。他の年度なんかだと、例えば司法試験の、問題でも今までこうやって法律上の意義が何なのかって聞く問題結構出てるんですけども、他の問題わりかし分かりやすいんですよ。例えばあるこう主張のところにね、線が引っ張ってあって、そこの法律上の意義が何なのかってことが聞かれた時に、答えとしては、要はその請求を基礎づける例えば主要事実になるんだとか、あるいはそれに対するなんかこうね、反論になるんだとかって形で、わりかしこう分かりやすいんだけど、これはね、この後問題文読んでいくと分かりますけど、非常にこの法律上の意義ってどう答えたらいいのかがすごくね、迷うような問題になってます。ただ結論として、取材の人が採点時間見た時に、別にね、試験考査員はこんなところ気にしてないんですよ。結果的にすごく分かりづらい設問ではあるんだけど、こんなところを全然ね、こだわってるわけじゃないってことは取材の人から読み取れますので、全体うまくこう問題文読んでね、とにかくこの問題で一番こう核になるところをしっかりと答案に書けるようにしてもらえればと思いますね。そんな感じ、ちょっと問題文見ていきますとですね、縦1と縦2あたりのところで、建物の、賃貸借契約をこれからやろうと、してるんですね。建物の賃貸借契約ね。でこの建物の賃貸借に関して、ちょっと賃料に関して、大事な、ポイントがありまして、それが縦2のところなんですよ。縦2の、2行目の終わりの方になりますけど、その、最新の免震構造、耐震性じゃなくて免震構造ね、耐震性っていうのは、建築基準法でいろいろ数値が義務付けられてますけど、別にそういうわけじゃなくてね、そういうのを満たしていること前提に、それとはさらに別のこの免震構造ですね、揺れがなんかこう少なくなるとか、そういう最新の免震構造を備えているものとして、賃料は周辺の物件と比べてね、25% 高く設定されているということになります。でこれ後で問題文読んでいくと、結局ね、免震構造がなかったっていうことが分かるんですよね。でそんな中で、免震構造あること前提に、ちょっと日頃 25% 高い賃料をずっとこう払い続けて、いたものですから、借り主としてはね、今までちょっとこう払いすぎた賃料を将来のその賃料再建と相殺したいんだというような感じのことをね、言っていくことになってきますね。で、そんな感じで今度縦3のところですけども、問題はね、そのどういう理屈を使ってその、この差額の賃料の、返還請求権みたいなのをこう発生させるのかってところなんですけど、縦3 A は、建物の安全性に強い関心を持っていたことからね、貸主になるこの C さんに問い合わせたところ、事実2の、今説明したような、事情について説明を受けたと。要はね、免震構造があるからちょっと相場より高いんだと、そこで、説明を受けて賃料が高くても仕方がないんだということで、納得しまして、それで平成20年にね、9月30日に、契約締結ですね。でその縦3の、5行目ぐらいかな、契約の内容ですけども、期間は同年10月1日から、平成20年の、10月1日から、3年で、賃料は月額25万円ということになります。ただ後でね、これがちょっと払いすぎだってことでちょっと問題になってきますね。でそんな感じで今度縦4、のところなんですけども、その後高建物の1階部分でね、A が B と一緒に始めたフラワーショップは繁盛で、市に対する賃料の支払いも約定通り行われていたんですが、ただね、この次の行のあたりから書いてあるんだけど、実はちょっとこうね、建築業者の方が手抜き工事していたってことが分かりまして、で調査をしたらね、その免震構造がなかったんだということになってますね。でそうすると、その結局免震構造を備えさせようとすると、もう建物を取り
壊してね、立て直すしかないんだということになっちゃってます。でそんな中で、縦後の、ところなんですけども、まあ、賃料ね、そうすると免震構造ないのにね、それあること前提に高い賃料払ってることになっちゃうんですけども、C から事実4の事情について説明を受けた A さんはね、まあ、フラワーショップを移転することもまあ考えたんですけども、まあ、すでにまあ常連客もういまして、付近に適当な賃貸物件もなかったため、まあ、そのままね、高建物の1階部分を借り続けることにましたということになります。で、A はね、高建物が免震構造を備えてなかった以上、賃料は月額20万に減額されるべきだ。まあ、相場より 25% 高かったんでね、この免震構造があるんだということで、相場より 25% 高かったんだということで、それがなかったってことでね、まあ、20万円に減額されるべきだということで考えまして、それでね、その申し入れをしたと。で、これに対して C は、事実2の事情は、まあ、認めたんだけど、まあ、自分もね被害者だし、まあ、ほら耐震構造と違うからね、まあ、別に免震構造なくても建物壊れるとかそういう心配ありませんので、まあ、特に支障ないでしょうということで減額には応じられないという、ね、主張をしています。でそんな中で縦6のところになりますけども、まあ、A は、ね、C のこのような態度に腹を立てまして、22年の、ね、9月30日 C に対してここの主張の法律上の意義を説明するのが、ね、この説問1になりますけれども、まあ、今後6ヶ月間賃料は一切支払わないんだということを告げました。ただ、ね、賃貸建物借りてる人が賃料払わないと、ね、タイム不履行解除をされて追い出されることになっちゃいますから、まあ、ここをうまく、理由を、つけていかなければいけませんよね。そんな感じで、まあ、今後6ヶ月分の賃料を一切支払わないと告げた。で、C がね、理由を問い出したところ、A は、高建物の1階部分の賃料は本来月額20万だったのに、まあ、A はすでに2年間ね、余分に25万ずつ払ってるんだということで、とにかく120万円の過払い金がね、あるんだということになってますね。そんなわけで少なくても今後6月分の賃料はね、払わなくていいんだと、そんな感じの、主張をしております。でその次のところの段落ですけど、まあ、これに対して C はね、貸主の方の C は、まあ、そのような一方的な行為を認められないと抗議、 A に対し従来通り賃料支払いを催促、翌月以降もね、 C の再三にわたる催促を無視、で A が賃料を支払わない状態が続いたと。まあ、そんな中で、このそこでっていうところですけど、23年3月1日 C は A に対し賃料不払いを理由として A の、賃貸借契約を、ね、解除する旨の、意思表示をしたということになります。でこういう事実関係のもと、今のこの線引いてあるね、まあ、要は借主側の方ね、賃料余分に支払ってる側のこの縦6の線引いてあるところの主張のね、法律上の意義を、まあ、どう説明していったらいいのかっていう話になってきますね。でとにかく貸主の方は賃料不払いで債務不履行解除だって、まあ、言ってるわけですよね。でそんな中で、この借主の方はね、まあ、今までそれ余分に払い続けてるんだから自分にはまあ債務不履行がないんですよってことを言ってると思うんですけど、そこをまあ皆さんがこの事実関係からね、どうやって組み立てていくのかということがね、問われておりますね。でそんな感じで、ここはまあとりあえず担当知識があると、とりあえずね、この問題の事実関係を離れて担当知識でこうちょっとすぐ考えて思いつくことっていうのは、おそらく貸担保責任に基づく損害賠償請求、要は、その特定物に関してある意味ほら最初から、その免震構造がなかったということで原始的な瑕疵が、まあ、あるということでね、ですぐにその瑕疵担保責任が、まあ、なんか気づくんじゃないかと思うんですよ。でその瑕疵担保責任って、まあ、本来売買の、まあ、規定ですけれども、まあ、有償契約である賃貸借契約にもね、まあ、準用規定がありますので、そちらの方にも準用されますよね。そんな感じで、まあ、瑕疵担保で損害賠償毎月5万ずつこう、ね、発生してるから、まあ、その溜まった分の損害賠償請求権と将来の賃料債権を、まあ、相殺するんだというような、主張を、ね、することがまず一つ考えられるんだと思いますね。ただこの事案に着目したときに、果たしてその法律構成でいいのかっていう話なんですよ。もともと免震構造があるからこそ、まあ、その通常よりも相場よりも 25% 高い賃料でまあ借りることになったんですけども、仮に貸担保で毎月じゃあその5万の損害賠償請求が発生するんだっていう形でやっちゃうと、将来もずっとそういうややこしい法律関係を続けていかなければいけないことになっちゃうんだよね。だそこで本件の事実関係を踏まえて、もっとなんか根本的にね、もっと簡明な事案に即したまあ法律構成はできないのかというところ、そこをまあ考えるのが一つね、ポイントになってくるんだと思いますね。まあ、実際これ、この試験の時に、ね、再現答案見てると結構貸担保で、まあ、書いた人が、まあ、いるようなんですけれども、ただまあやっぱり出題の人が採点実感の方で試験考査員が後で、ね、試験後を出すものがありますけれども、まあ、そこでちょっともうちょっと、ね、根本的な解決、その事案に踏まえた事案に即した、ね、解決方法がないのかってことを考えてくれみたいなことが書いてありましたんでね、そこでちょっと考えていく人が出てきますね。でこれ皆さん素直に考えてほしいんだけど、皆さんがじゃあ例えばある建物を、ね、借りようとするときに、まあ、そこは、まあ、でその皆さんが免震構造に非常にこう、ね、建物の安全
先生に興味を持っていて、とにかく、まあ、地震が起きた時にあまり揺れない建物がいいんだということでね、まあ、免震構造があるところがいいんだというふうに思ってたとしますよね。でそれを、まあ、貸主側の方にちゃんと喋ってね、であうちいい物件ありますよと、そこで免震構造あるんで、まあ、その代わりちょっとね相場より高いんですよというふうに言われた時にさ、あそこでそれ前提に賃料設定するじゃないですか。で、実はそれ借りてしばらく使ってたら、まあ、免震構造がなかったって時にどう思います？あ、じゃあ免震構造がなかったんだったら、まあ、そのちょっとそれをね前提に値上げした分のところはもともと下げてほしいなと、その毎月毎月損害賠償請求とかそういうややこしい話をするんじゃなくて、もともと免震構造がなかったことを前提に適正な賃料で賃貸借契約が当初から成立していたんだっていうふうになんか考える方が素直じゃないですか。皆さんだったらそう思うんじゃないですか。毎月毎月損害賠償っておかしいじゃないですか。だってその当事者のやり取りを見た時にね、まあ、免震構造があるから周辺の、ね物件よりも、まあ、ちょっと 25% 高いんだっていうふうに言われたら、それがなかったんだったらじゃあそれは相場通りの賃料で、ね、賃貸借契約が成立したっていうふうに、考えるというふうにしたいと思いませんかね。まあ、そこのところなんですよね。で仮にもしその構成ができるんだとしたら、その後の法律関係でどうなります？例えばもともと賃料が相場通りであったんだとしたら、逆にほら今度その 25% 毎月毎月2年間払いすぎていたことになりますから、それって何なんですか？貸主側の方が要はね、法律の原因がないのにそのある意味受益しているということで、不当利得返還請求権が発生することになるんですね。その過払いの賃料のところが不当利得返還請求権ということになってきます。そうするとそれを自動債権として、将来の6月分の賃料債権自動債権として相殺すれば、まあ、自分には債務不履行がないことになりますから、まあ、賃料不払いを理由とする債務不履行解除の主張が認められないというふうになると思いますね。まあ、そんな感じのが多分一番、この事案に即した、まあ、解決方法になるんじゃないかと思うんですよ。まあ、そんな感じのことが書かれているのが出題の C になります。6ページを見てください。ちょっとねすいませんね、ページが飛んでるかもしれないんですけども、この今次のページになりますね。見出しのところで平成26年司法試験のね、その出題主になってます。でそうするとね、ちょっと全部読むと大変なんで、民事系科目第1問のこの2個目のね段落のとこですね、設問1番って書いてあるところちょっと見つけてほしいんですけどね、比較的上の方ね、上4分の1ぐらいのところですけども、設問1番ってとこですけど、まあ、賃貸借契約における解除の要件を問い、賃借物が約定された性質を有しないことのね法的意味を検討させることにより、これちょっと抽象的に書いてありますけどね、まあ、法的分析力や法的構成力を、ね、問うんだということを言ってます。で本文ではっていう段落で、C は A に対し賃料不払いを理由として A の賃貸借契約を解除する旨の意思表示をしてんだと。したがってまずこの解除は民法541のね、A の債務不履行を理由とするもの、この541ってね、履行地帯の解除ですよね。要は賃料を払ってないということでね、履行地帯の解除をしてるっていうことになりますけど、民法541に基づき A の債務不履行を理由とするものであることが指摘されなければいけないということになります。でこの解除についてはその他の要件も必要となるけど、必ずしもね、その網羅的な指摘や検討を求めるものではないと。これこの事案、この設問の形式の特殊性なんだけど、まあ下線部分ね、問題文の事実関係とこう引いてあって、それの法律上の意義が何なのかっていうことをまあ聞くような形式になってるから、だから必要がないことを書かなくていいんですよ。でもこういう限定が、まあ、むしろない問題の方が実際多いからね、予備試験でも司法試験でもね。でそういう時は、まあこれはもうね民法に限らずもう全ての、科目に共通することだけど、ある法律効果、つまりまあ例えば契約解除による契約の訴求的 無効っていうね、例えば効果を導こうとするんであれば、その効果を基礎づける要件は全部検討しなければいけないはずなんですよ。だけど今回はちょっと設問の形式が変わっててね、まあ、このとにかく下線引いてあるところの、まあ、意義を説明しろっていうになってるということと、あとやっぱりこの問題文全体を見たときにね、例えばその解除の要件、541条の解除の要件をね全部、書いてあったら当然時間がなくなっちゃってるのが分かるの。これ全体で設問この1のところって全部で比率が10あるんですけど3なんですよ。なのでこんなところで長々答案書いてたら多分紙答案用紙も足んなくなっちゃうし、あと時間も足んなくなっちゃうから、まあ、ここは設問のこの形式に合わせてね、まあ、要はもう何が要はこの問題聞いてるのかってことを見極めて、そこを要点バシッと書いていくような、そういうものになってますね。というわけでこのところそういうことになってます。このね今のところもう一回出題主のところ、本文ではっていう今の段落のね最後下から、この指摘されなければない、5行目ぐらいのところかな、4行目か、まず、解除が民法541に基づき A の債務不履行を理由とするものであることが指摘されなければならないと。でこの解除については他の要件も必要となるけどね、で本来はこれちゃんと検討しないと、まあ、解除が、ね、認められるってことは言えないんだけど、まあ、必ずしもその網羅的な指摘検討が求められるものではないという形で、ちょっと特殊な、ね、形式になってますね。この法律の意義がどうたらこうたらって聞かれてますのでね。
で、この後ですけども、この次の段だけ聞いてください。これに対し、A は賃料は本来月額20万であるはずなのに、すでに2年間、毎月25万円を支払ってきたため、120万円を払いすぎた状態。少なくても今後6月分の賃料は支払わなくてもよいというね、主張をしてんだと。で、この主張は A に債務不履行は認められないという趣旨のものであると見ることができるということね。これは皆さんが、ちゃんと問題文を読んでね、自分でこういうふうにね、法的に読み取ってあげなければいけません。まあ、これが法律上の意義になってくるんですね。で、問題はこの A の主張を基礎づけるためどのような法的構成が考えられるかなんだと。で、ここでは、まず丸1、賃料月額20万で2年間にわたって毎月5万ずつ賃料を、ね、まあ、要は余分に払いすぎてたということで、まあ、不当利得返還請求権が認められ、で、今後6月分の賃料債権、ね、これをまあ自動債権として、相殺するという方法、それからこれさっきご紹介した、その賃料は月額25万であることを前提に、例えばほらこの毎月もう5万ずつの損害賠償請求権が、まあ、例えば貸し担保責任かなんかで、ね、まあ、発生するんだというふうに考えてですね、それと今後6月分の賃料を相殺するという方法が考えられるということね。ただ気をつけなきゃいけないのはこの後ね、丸1の主張するためには毎月の賃料が当初から20万であったことを法的に説明しなければならず、丸2の主張するためには A は毎月5万の損害を受けてきたほか、今後6月分の賃料についても毎月25万の賃料債務を負担しつつね、毎月5万の損害賠償を請求することができるので、これらを含めね、相殺することが可能であると説明しなければならないと。で、この後がさ、ちょっとこの賃貸借契約とか本物の特殊性だけど、賃貸借契約の性質に照らすならば、丸1の方が、ね、丸2よりも、まあ、素直な構成、また設問における A の主張よりも、まあ、整合的ってことになってます。この賃貸借の性質からすると、なんで丸1の方が素直なんですかね。そこは別に丸2も別に間違ってる構成じゃないんだけど、なぜ素直なのかって話なんですよ。で、これは要は契約の内容っていうのはどういうふうに定まっていくのかっていう、もう本当に民法のね、本質的な問題に関わってくるんだと思います。まあ、契約の内容っていうのはね、その要素、まあ、売買契約だったら目的物と代金額、賃貸借契約であればやっぱりその目的物と賃料の額っていうのが、まあ、契約の要素になりますけれども、それに関してね、当事者がの意思が合致したところで、契約の内容になって、そういう内容の契約が、まあ、成立するということになってきます。というわけで、まあ、契約のね、性質考えていくと、やっぱその当事者のやり取りを見てね、どういう内容の合意がね、その賃貸契約の要素であります、賃料や目的物に関してどういう内容の合意が、まあ、成立したのかということをね、分析した方が、まあ、なんか法的に素直なんですよね。あとは法律関係もね、簡明だしね、今後いちいちなんか毎月毎月5万円の損害賠償請求が発生続けてみたいなね、余計なことをやらなくて済みますのでね。というわけで、まあ、この辺のところをちょっと気をつけてもらえればと思いますね。あとね、今日はこれ、民法30分ぐらいでやって、その後刑訴法の方結構大変な問題なんでね、90分ぐらいやろうと思ってるんで、まあ、ちょっとあんまりこう次第の人が全部読んでる時間ないんだけど、司法試験はね、結構この試験考査員が採点時間出してくれてるんですよ。このもう1枚2ページぐらい先行ったところにね、平成26年司法試験の採点実感に関する意見という形で、まあ、毎年こう考査員がですね、採点実感出してくれて、まあ、良い答案とか悪い答案とかっていうのがね、どんなものかとか結構具体的に書いてくれてますから、まあ、司法試験の受験生は当然ね、しっかりこれ分析しなければいけませんけど、まあ、予備試験の受験生もね、高校を先に司法試験の問題を通じてね、どういう答案が良い答案なのかってことをイメージしていくと、すごく今後の役に立ってきますんでね。で、そんな感じで、例えば面白いのがね、結構民法って毎年こういうことが書かれてるんですけど、この縦2の採点方針というところでね、ちょっとこう横にとんがった格好つけて黒丸つけてある段落があるんですけど、ここね、複数の論点に表面的に言及する答案よりも特に深い考察が求められている問題点について、このね、ここポイントだね、特に深い考察が求められている問題点で、自分で事実関係を毎回問題文見て把握しなきゃいけないんですよ。この事案だとどこがポイントになるかなってね。だからこう事前に暗記することできないですけど、とにかくその事案特殊性っていうのがありますね。今回だったらその免震構造がどうのこうのっていうところがその事案特殊性になりますけど、特に深い考察が求められている問題点について、まあ、緻密なね、検討をして、でそれらの問題点に相互関係に異を払う答案、これが優れた法的思考力を示しているというんだということになってますね。で、そのため採点項目ごとの評価に加え、答案を全体として評価し、論述の緻密さの程度や構成の適切さの程度に応じても点を与えることとしたと。これによってこの後が面白いんだけど、ある設問について法的思考能力がの高さが示されている答案には、別の設問について必要な、ね、検討の一部がなく、まあ、このことにより知識や理解が不足することが伺われてもですね、このことから直ちに答案全体が低い評価を受けることにならないようにしているということになってきますね。だ、結構割と失敗しちゃうのはね、まあ、なんか問題文見た時にね、そこそこ担当試験の勉強してるから知識がいっぱい入ってるわけですよ。で、あれもこれも問題になるということで、それをなんか表面的になんか事案の特殊性を忘れて、なんか別にその事案じゃなくてもいいんだってことを書けるようなことをザーって書いちゃうとね、意外と評価いい点数もらえないからね、そこのところはやっぱりその事案踏み込んだ答案、それを作るように心がけてほしいと思いますね。こんな感じでね、まあ、ちょっとこう
時間がないんで採点時間全部を、ご説明することはちょっとできないんですけども、こんな感じでいいとは悪いとはいろいろ書いてありますからね、ぜひ予備試験の受験生の方もですね、こういうのを参考にするとね、予備試験の、答案も伸びるし、司法試験の受験生はまずこれ知らないで受けるってありえないから、結構ね、その憲法の先生なんかはっきり言ってくれてるけど、この採点実感って将来の受験生に向けたメッセージだってはっきり言ってるのね。あと他の科目なんかだと、まあ、この前行政法であれかな、ありましたけど、前の採点実感読んでないんじゃないかとか、そういうこと書いてあったからね、同じような論点繰り返し出てくる時があってね、で前の採点実感でこういうところが悪いって書いてるのに、相変わらずその悪いところが繰り返されちゃうというような時にね、受験生は前の採点実感を読んでないと思われるみたいな感じですごい批判的に書いてあったから、まあ、とにかく採点実感分析というのはすごく大事になってきます。さて、じゃあこんな感じでですね、民法は30分で、まあ、終わりにしようと思ってるんで、私の回答例をね、見ちゃいましょう。で、そんな感じで、ちょっとペラ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 ね、めくっていきますとですね、ちょっとなんかページがちゃんと最初 1ページと2ページが飛んでるんで、このページ大丈夫かちょっと心配ですけど、これで言うと10ページになりますね。これ私の、回答例になりますね。まあ、こんな感じね、10ページのところ、こんな感じです。レック専任講師矢島純一回答例って書いてありますね。H25 司法論文民法設問1で、これを見ていきましょう。第1で縦1のところです。 C の A に対する、C ってのは貸主、 A は借主です、まあ、C の A に対する契約解除の根拠は賃料の不払いを理由とする債務履行解除541条であると考えられるんだと。これに対し G6 の下線部分の A の主張の内容からすると、 A は賃料は本来月額20万でありすでに2年間毎月25万円を C に支払ってきたためね、過払い金120万円の不当利得返還請求権が発生し703条これと今後6月分の賃料債権を相殺するので505条1項本部賃料不払いを理由とする債務履行解除はできないと主張していると考えられると。要はこれが多分主張の骨子なんだと思いますね。こんな感じのところね。なので以下この総裁が、まあ、認められるのかどうか、ちゃんと無事に、総裁の、ね、要件検討して総裁が認められるのかってことを、まあ、見ていきましょう。そこで縦に括弧1、まあ、総裁の要件ですね。まあ、総裁が認められるためには、まあ、要はいわゆる総裁適条にあればいいというふうに言われてますけど、大雑把に言えば、まあ、自動債権と受動債権が、ね、対立してるんだということ、それから、まあ、ちょっと細かいかもしれないけど、自動債権が弁済期に到来していなければいけません。受動債権に関しては別に弁済期到来していなくても総裁する側が自分に対するその期限の利益を放棄してね、まあ、総裁することは許されるって言われてますので、これは基本知識だから頭の中に入れとかないとダメなことね、その場で考えることじゃないからね。とにかく総裁が認められるための要件ってのは大雑把に言えば総裁適条が認められることで、その内容としては、まあ、同種の債権が、ね、対立しているということ、要は自動債権と自動債権が同種の債権で、実際上ね、同種の債権ってもう金銭債権しかないから、事実上ね、別にまあ金銭債権で限定されてるわけじゃないけど、実際上もう問題になるのは金銭債権しかありません。というわけで、まあ、同種の債権が自動債権自動債権対立しているということと、それから自動債権が弁済期到来しているということになってきますね。まあ、そんな感じのところで規範定律が括弧1です。これが要件定律のところになって、あと当てはめしていきます。括弧2のところです。とまずね、自動債権が認められるかですね、それが括弧2のところのあのところです。まず自動債権の成立を検討する。本件賃貸借契約が当初から賃料月額20万で成立したものと考えるんだったら、言えるんだったら差額賃料が毎月5万円で2年分発生で、 A の C に対する過払い金120万円が法律の原因なく C の損失において A が受益したものと言えるためね、 C は A に対し120万の不当利得返還請求権をね、自動債権として取得するんだという形で、まあ、やっておきましょう。でそこで検討するにですね、でその今回のメインはやっぱこの賃料がね、20万のものとして賃貸、この本件賃貸借契約が成立したと言えるかどうかというところが非常に大事な一番重要な論点になりますから、さっきの出題の人が採点実感にあったところからするとここに相当点数が振られてるはずなんですよ。だから逆に言うとそれ以外のところね、もう本当にさらっと書いちゃって、ここを中心に、まあ、しっかりと、まあ、書いていくということが大事になってきますね。でそこでまあ大雑把に言うとさ、皆さんどんな規範立てます？これって事前に覚えたことじゃないから、その場で、まあ、規範を立てていかなければいけないんですけど、民法の基本に戻ってほしいんですよ、そういう時ね。特に今回民法の中でもさ、不法行為とかそういうんじゃなくて、まあ、契約、今このね賃貸借契約のところで言うと契約のことが問題となってまして、契約の基本的な理解としましては、まあ、とにかくその契約の要素に関して当事者がどういう意思の、ね、合致をしたのかというところ、そこが非常にポイントになってきますから、そういうことを検討できるような規範を自分で立てるんですよ。それ事前に覚えたことじゃないからね、そういうところを、まあ、きちんとね検討できるようなその契約の要素に関して、当事者がどんな、まあ、その意思を、ね、合致したのかってことが検討できるような自分なりの、まあ、規範をその場で考えて、立てることになってきますね。じゃあそんな感じでちょっと本日の回答例ですけれども、いのところね、括弧2のいのところ、まあ、そこで検討するに、まあ、まず条文からスタートしておくと間違いないのかなってことでね、賃貸借契約は当事者の一方がある物の使用及び収益をね相手方にさせることを約し、相手方がこれに対しその賃料を支払うことを約することによって成立する、まあ、諾成契約なんですよと。601条で契約の内容は賃貸借契約の要素である賃貸の目的物や賃料額につき当事者がどのような合意をしたかにより定まるんだということで、特にさ本件の事情で何が大事かっていうと、
とやっぱほらその事前に、まあ、免震構造があるないって形でそのいろいろ説明がされてたじゃないですか。そこのところをうまく拾うような規範を立てたいのよ、本件に関して言えばね。そこで、それで結局契約締結に至る経緯なんだと、まあ、思うんですけども、その合意の有無はね、その例えば契約の例えば経緯、契約締結の経緯なんかに着目して判断するって形で規範の中に入れておくと当てはめしやすいんですよね。本件の問題文にある事情を拾いやすくなるんですよ。でしかも三段論法がされてるのが分かりやすいですよね。規範と当てはめが対応してますからね。でここで雑な規範立てちゃうとその後さ、どんなに問題文の事実を細かく拾ったとしても法的な文書に見えなくなっちゃうの。なんか適当に書いてるような感じになっちゃって、その規範ちゃんとね立てとかないとね、分かんなくなっちゃうから意味がね、なんか素人的な国語の作文になっちゃいますので、ちゃんとね法的な文書である以上は規範とその当てはめのところがなるべく対応させているような感じのところがいいと思いますね。例えばさ、悪い例ね、一般皆さんじゃなくてさ、一般の通りすがりの人たちであればね、もうこうべき論だけでさ、規範定律当てはめなんてやんないで、もうこれはこうあるべきなんだって形で、まあなんかでかい声でさ相手を説得して、まあそれでまあ結論をね出すこともまああると思うんだけど、それやっちゃいけないんだよね。法律家っていうのはね、やっぱその規範っていうのがまあ必要で、まあ類似の事案にそれが適用されたならば同じような結論が出るような、そういう予測可能性というのがなければいけないんですよ。その法律っていうのはどの科目でもね、別に民法に限らずですけどね。まあそんな感じで、まあなるべく自分が先に当てはめで使おうと思っているような事情をちょっと抽象化してですね、それをまあ規範の中に入れていくといいという感じになりますね。こういうことばっかりやんなきゃいけないのは憲法だよね。憲法ってさ、まあほら事前に学習する規範ってすごく大雑把じゃないですか。まあ、LRA とかいろいろありますけど、すごく大雑把で、実際特に司法試験 の事実関係が長いようなやつにそれそのまま使うことってほとんどなくてさ、ちょっと多少こう規範をこうね、その基本が分かっていること前提に少し応用的にこう変容させたりとかしますよね。特にその考慮要素なんか挙げるときに、どうしてもその事案の特殊性触れるためにそれちょっとその事案の特殊性にあるような事情を抽象化したりしなければいけませんけど、まあ、そういうのをね、どの科目でもまあやってるんだということになってきます。さてそんな感じでね、このもう一回いいのところです。そこで検討するに、陳謝者契約が当事者の一方がある物の使用日収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対し賃料を支払うことを約することによって成立する学生契約だと。で契約内容は、賃貸借契約の要素である賃貸の目的物や賃料額につき当事者がどのような合意したかにより定まると。その合意の内容については契約の文面だけでなくね、文面だけで今回判断されちゃうと、まあ、25万円になっちゃうから、まあ、文面だけではなくてね、まあ、最終的にはほら20万円って言いたいわけだから、文面だけでやられちゃうと困っちゃうから、文面だけでなく契約締結に至る経緯をね、これだからどんな事案でも使えるわけじゃないよ。特に今回の事案だったらやっぱこの事前の説明があるからこれが使いやすいかなと思ってね、それで挙げてますけど、契約締結に至る経緯を考慮して、契約当事者の意思を合理的にまあ解釈してね判断すべきだというふうに見ていきます。で本も見るに当てはめ、AC 間では形式上は月額賃料25万であることをね内容として、契約を締結すると。しかし賃貸の目的物である高建物は最新の免震構造を備えていたからこそ周辺の物件と比べて 25% ね、高い賃料が設定されてんだと。で建物の安全性に関心を持っていた A がそのことを C から説明されてね納得した上で、まあ、月額25万の賃料設定賃貸借契約を締結したと、そんな経緯があるんだと。そうするとこの経緯からしますと AC の合理的意思としては免震構造がある高建物については、まあ、賃料月額25万だけども、免震構造がない高建物であれば、まあ、やっぱ相場通りね月額20万で賃貸借契約が成立したというように考えるのがどうですか。この人たちの合理的意思、契約当事者であるこの人たちの合理的意思なんじゃないですかねというふうに思うんであればこれ書けるんですよね。というわけで、この今の、ね、段落の下の方ですけども、まあ、本門賃貸借契約はこの線引いて太くなっているところね、本門賃貸借契約は当初から賃料月額20万円のものとして成立しているという形でやっていきます。こうやるとほらいちいち貸し担保責任で毎月毎月5万、25万円のね、5万円か5万円の損害賠償請求権が発生してそれと相殺し続けるみたいなね、そういうややこしいことを、まあ、しなくて済むし、あとやっぱそのさっき言った通りね、その賃貸借契約の、まあ、本質にも合うような構成だし、あと本件のね、やっぱその A さんと C さんのやり取り、事案に即したそのね、処理の仕方としても多分こちらの方が素直なんだと思いますね。あとね面白い構成ね、採点時間の方いろいろ書いてあったんだけど、錯誤による一部無効、例えばその25万円で賃貸借契約形式的には成立してますけど、そのうちその免震構造がまあなかったからそこの部分の5万円分が無効になるっていう、例えば錯誤の一部無効っていう構成もあり得るんですよ。でそれが採点時間その他いろんな構成書いてありました。5、6個でその時、まあ、ちょっと他の構成ちょっとここでは割愛するとして、錯誤の一部無効だとじゃどうなのかって話なんですけど、錯誤無効のさ要件って要素の錯誤、契約の要素に錯誤がなければいけませんよね。その重要部分に錯誤で、
そうすると通常その契約の重要部分に錯誤があったときに、なんでそれがその無効が一部にとどまるのかっていうのは実は結構説明が難しいんですよ、ね、契約の要素に、ね、錯誤があるんだったら、ね、それは契約全体が無効になるのが筋でしょうと。だから、まあ、本来ほらあの条文そうなってますけど、まあ、別に一部無効とか書いてないでしょう。もともとその一生事が全部無効になることを前提に、まあ、錯誤っていうのは規定されてますから、もし仮に、まあ、この当事者のやり取りから確かに、まあ、その契約の一部無効というのはあり得ると思うんですよね。その動機の錯誤になると思いますけどね、この本件建物を借りるつもり、本件建物を25万で借りるっていうその一生事が合致 してるんで、別にこう何ら一生事のところ瑕疵はないですけど、そういうことを言おうと思ったその動機が、まあ、免震構造があるとことになりますから、まあ、これって多分厳密に言うと動機の錯誤の、まあ、事例だと思うんですが、ただ仮にそれを構成したとしても、これは基本知識になりますけど、動機の錯誤を理由に一生事の無効を主張するための要件って何ですか。ところはやっぱり契約の要素、一生時の要素に錯誤がなければいけませんよね。ですので、なんでその契約の要素、そんな重要部分に錯誤があったのに、なんで契約の無効の範囲が一部にとどまるのかということは別途説明が必要になりますので、まあ、その説明がめんどくさいっていうか大変だと、時間内にちょっと書くの大変だってことになったら、やっぱりこのね、最初からこの当事者のやり取りから、まあ、20万で成立したというふうに考えていくのが、まあ、いいんじゃないかというふうに思いますね。あと、まあ、やっぱちょっとこうね、法律論の話として考えても、やっぱ契約の一部無効って結構大変なんだと思うんで思いますよ。条文にないところをね、頑張ってやっていくと。で、この私の構成は条文別に反するような、特にね、条文にないような処理の仕方してるわけじゃありませんからね。まあ、こんな感じの方が素直なのかと思いますね。まあ、その他いろんな構成がね、採点時間に書いてあるんだけど、少なくてもいろんな構成を思いついたからって、それ全部書いちゃったらアウトなんです。それも採点時間に書いてあったから、なんか一つ書きゃいいんですよ。それを深く、当事者のやり取りをね、きちんと見て、とにかく、この賃料不払いの解除ができないんだってことを聞く問題なんだから、さっき法律上の意義がどうのこうのっていうふうに言ってたわけだから、それを答えればいいわけで、それをちゃんとこの当事者のやり取りを踏まえてね、事案に即した答案を作ろうとしたら3つも4つも法律構成書けないからね、やっぱこのところは1つに絞ってちゃんと長く書いてあげるということになってきますね。だそれがほら採点時間のところですよ。なんか複数の論点になんか表面的に言及するよりもどうたらこうたらとかいろいろ書いてありましたけどね、まあ、その他いろいろ、特に結構民事系こういうこと書いてあることが多いね。商法、司法試験の採点時間で会社法の科目なんかもね、仮になんかこう論点の大事な論点の一つ二つや落としても優秀な答案になるには全く差し支えないんだということが書いてあった年度もあったからね、まあ、とにかくその大事なところをね、まあ、気づいたことを全部書くっていうよりはその事案その問題の大事なところをしっかりとこう書いてあげるというような感じになってくる。あと一つ気楽になるかなと思うんだけど、論文試験って仮に100点満点だとするじゃないですか。でも例えばその70点ぐらい取るともうほとんどトップの方でまあ受かるわけですよ。80点なんか取る人ほとんどいないから、70点ぐらいでね、司法試験でもまあ予備試験でもいいわけだ。で逆に言うともう 30% ぐらいもう論点落としまくっちゃってもトップで受かるんですよ、1位で、ね、やろうと思えばいけるわけですからね、まあ、そういう答案を目指してほしい。その細かい知識に頼ってもう何でもかんでも書こうとする答案よりはちゃんとその事案を見てね、問題作る人ってやっぱさ、そのやっぱこういうとこ気をつけてほしいと思ってるからそういう事案を出してるはずだから、そこを無視してさ、なんかこの事案じゃなくてもいいよって書ける答案書いても絶対評価されませんのでね、まあ、そういうところをね意識してもらえると点数伸びやすいと思いますね。はい、そんな感じでですね、次行っていきましょう。はい、じゃあ、今ねこの20万で成立したっていうところの次の段落、従ってってところですね。カッコさんのすぐ上の段落、従って市は A に対し差額過払い賃料月額5万のね、2年分の合計120万は、まあ、法律の原因なく C の損失において A が受益したものだということで、市は A に対し120万の不当利益返還請求権を自動債権として取得するんだと。で一方ね、まあ、自動債権も軽く狂っていきましょう。一方本件賃貸借契約の賃料月額が20万となるので、月額賃料20万の今後6月分の合計120万が自動債権ということになってきますね。ちなみに貸し担保構成したときめんどくさいよね。賃料25万のままだからここ25万前提に自動債権の額計算しないといけないから結構めんどくさいと思いますよ。そこのところもね、数字合わせるのはね、これ20万でやるとこうやって楽にできちゃいます。まあ、月額賃料20万の今後6月分の合計120万円が自動債権だな。したがって、金銭債権という同種の目的を有する自動債権、自動債権が対立してんだと。で、かっこさん、この自動債権の弁済期は平成26、2年9月30日の時点で、到来しているのでね、A はこの自動債権につき今後6月分の合計120万の賃料債権を自動債権として相殺することができますよってことになってます。で、一応これもメインは終わりですよ。ただ、設問がほら、下線部分のさ、ところの法律上の意義を、まあ、説明しなさいっていうようになってるから、一応最後に設問の形式に合わせておきます。ただここが難しいんだよね、この問題に関してはね。ただ出題の人が採点時間見てると交際員はこんなところ全然気にしてないから、やっぱその上のところをちゃんとかけてるかどうかとか気にしてるから、まあそこのところはね、問題文全体の空気を読んで答えるようにしてください。こんな形式的なところで勝負が決まるようなことは絶対ないから、特に司法試験、もちろん予備試験もそうなんだけど、司法試験で出題の人が採点時間がすごくね長く出されるから、本当に交際員がどういう答案を求めてるのか分かるんですよ。そういう時にね、こんな細かいことで今までの
他の科目や他の年度の過去問を見てもこんな細かいところで賞を決まるような問題出してないところでよくわかるからね。で過去問検討すれば検討するほどどういうところを気をつけなきゃいけないっていうのが分かってきます。でこういう細かいところあんま気にしないんだけど一応でも形式合わせてればいいと思います。そこで以上の通りまあ、本問では総裁の要件を満たし A による総裁の一生時により総裁の考慮が生じるので A に賃料不払いの債務不履行はなく債務不履行解除は認められないんだと要はこういう主張でしょ。このさっきの、借主側の下線部分のところはね、まあ、よって A が C による賃貸借契約の解除が認められないと主張するためには事実6の下線部分の法律上の意義をこうやって説明すればいいんですよって形で一応説問に合わせておくのよ。説問もう一回確認しておくとさ問題文のね、ところですけどね問題文の1枚目の1ページ目の問題文のところの一番下のところだけど A が C による賃貸借契約の解除が認められないと主張するためには事実6の下線付した部分の法律上の意義をどのように説明すればいいか検討しなさいってなってますから、まあ、ちょっと問題繰り返すような感じになっちゃうんだけどね、まあ、一応こうやって形式的に答えてあげるってことになりますね。ただ過去問の検討が慣れれば慣れるほど高裁はこんな細かいこと気にしてないからね答案の形式面とかね、のところねあんまり無茶苦茶なことやっちゃうとそれはさすがにまずいと思いますけどもやっぱりこの中身なんですよ。法律の中身ね質のところがすごく大事になってますからね。事案を処理するための皆さん規範を提立して、ちゃんとその自分の提立した規範に事実を、ね、きちんと必要な事実を拾って評価して、適切に当てはめをして、そしてその結論を出すと、まあ、そこがやっぱ本質だからね法律の論文の本質になりますからね。わりかしね他の予備校とか、まあ、他の先生予備校の先生方は、まあ、そういう形式面のところをこう言ううるさい先生も、まあ、いると思うんだけど、まあ、確かに形式面のところをちゃんとやっとくに越したことは、まあ、ないんだけどでもそこが大きいところじゃないはずなんですよ。やっぱ趣旨とかこの実感をね、交際員のやつを見てるとね、そこのところね、まあ、そんな感じでこれで民法はおしまいにしましょう。じゃあ今度刑訴法ですね。これ大体90分ぐらい予定してます。これはいい問題ですよ。捜索のね、適法性をまあ聞くものになるんですけどもこのレジュメで言うとね、まあ、1,2 ページがちょっと飛んじゃってるんですけど、このレジュメ13ページのところから刑訴法の平成24年の問題がついております。でそうするとねこの問題ちょっと長いでしょパッと見た感じ13ページのそうすると大変だからねまず説問見ちゃうんですよ。やっぱ実際の問題解くときねで説問見ちゃうとなんか2ページぐらい先のところ15ページのところに、書いてあるんですけども説問1、捜査丸1および捜査丸2の適法性について具体的事実を適時しつつ、まあ、論じなさいということになってますね。これ当然ねよくこういう具体的事実を適時しつつ論じなさいってよくこうねこういう形式で問われるんだけどこれ規範を定立してその規範っていうのはいわゆる要件ですけどその当てはめにちゃんと必要な事実を適切に皆さんが見つけ出して、それをね答案に書いてですねできちんとその要件に当てはまるのか当てはまらないのかっていう評価を、まあ、皆さん入れて、それで結論を出せっていうことだからこの具体的事実を、適時しつつ、まあ、論じなさいということになります。で、捜査丸については捜索差し押さえ許可状に基づく捜索としての適法性と、まあ、令状が出てる事案なんですけどねただ同時にねまあ、なんか覚醒剤が現場でこう出てきちゃったんで現行犯逮捕してるんでね、逮捕の現場による無令状捜索の、ね、適法性もちょっと問題になるんですけども、許可状に基づく適法性とオツの現行犯逮捕に伴う捜査区としての適法性の両者を論じなさいということになっています。なお、河野携帯電話の差し押さえとその中身の確認までの一連の手続きの適法性については問題がないということはあまり気にしなくていいと、まあ、ちょっと直書きとか置いておきましょう。でそうすると捜査丸一っていうのがどこかっていうとね14ページのところで太い下線が引いてあるところが上の5分の1ぐらいのところに、まあね、ありますよね。そこでっていう段落ですけど、これ令状に基づく捜索の適法性聞かれてます。司法警察員 K は同日午後3時45分お津宛ての荷物を開封したということになってますね。でここね気をつけなきゃいけないのは受験生よくね大失敗しちゃうのはここで差し押さえの適法性を書いちゃうのこの問題でそれアウトです。これね差し押さえの適法性は聞いてません。捜索の適法性聞いてます。ほらこの線引いてあるところ見てくださいよ。これ例えばさ荷物を例えば差し押さえてって書いてあったらそれは差し押さえの適法性聞いてることになるんですけどそうじゃなくてこれは開封したことねお津宛ての荷物を開封したことの適法性を聞かれてますからこれは差し押さえの適法性ではなくて、捜索の適法性を聞いてます。捜索と差し押さえってさ実際、まあ、皆さん勉強してご存知かもしれませんけど捜索差し押さえ許可状って形で事実上一通の、まあ、形式上一通の、まあ、令状でねやることが、まあ、多いんで、そこを要件効果をごちゃごちゃに、しがちですけれども本来その捜索と差し押さえってのは全く法的には別のものでして適法要件も全く異なります。例えばですけれどもこれが分かってないとこの問題解けないんでねちょっと大雑把な、まあ、話をして
ておくんでちょっと聞いてほしいんですけど、捜索とか差し押さえっていうのはね、まず憲法がスタートになりますから、憲法35条1項で、正当な理由がなければいけないんですよ。正当な理由に基づいて裁判官が令状を発してね、その令状に基づいてしなければいけないから、スタートは正当な理由になります。捜索絡みの問題に関して出題の主とか採点時間見ていくとね、正当な理由って書いてある時があるから。ただね、憲法35条って書いてくれてないのよ。でも出題の主後でね見てもらいたいんだけど、その時正当な理由って書いてある、これ憲法35条1項の正当な理由のことを言ってきます。とにかく捜索いや差し押さえをするにあたってはね、その令状発布 その正当な理由が、なければ、いけないわけです。で当然裁判官はその令状を、捜査官に渡した後に、それを捜査官が執行することになりますけど、その執行の段階でも当然その捜索や差し押さえの、正当な理由があるんだってことを、事前に予想してね、だからこそそういう令状を出してますから、基本的にはその正当な理由というのは令状発布するときとね、その後その捜査官が令状執行するとき、そのともに、求められることになってくるわけですね。でそこまでは捜索と差し押さえ共通なんですよ。こっから分かれてきます。具体的な要件はこの正当な理由がスタートなんだけど、捜索と差し押さえこっから要件が異なってきまして、今回捜索の適応性を聞かれてます。で一番簡単なのは差し押さえ、今回聞かれてないから、書かないんですけど、差し押さえ分かりやすいから先言うとさ、差し押さえに関してさ、皆さんがじゃあ裁判官令状出す裁判官だとしたら、いろいろね捜査官が令状の請求にあたっていろんな証拠資料を、持ってきますけど、どういうところ着目して令状発布の正当な理由があるというふうに判断しますでしょうか。そうすると当然令状を出す以上は当然なんか特定の非議事実があるわけなんですけれども、その差し押さえ対象物がやっぱり非議事実と全く無関係のものを差し押さえ許可するわけにいかないじゃないですか。ですので差し押さえ対象物がやっぱり非議事実に関連する物であるということが必要になってきますよね。それは結構その差し押さえの適応要件の根幹的なものになってきます。でこれ捜索の方に使えないじゃないですか。今のそのほら日本語的な意味からしても捜索の方に使えないでしょ。だからちゃんと要件はね分けて考えなければいけないんですよね。捜索のところとね、差し押さえのところね、これが一番大事な要件で、ちなみに後で細かい要件後でやりますけど、捜索に関して一番大事な要件って何だと思います？皆さんが要はさ、捜索を許可する令状を出す立場にいる裁判官だとしたら、捜査官の方からいろんな令状請求にあたっていろんな資料を持ってきますけど、どういうところを着目して、その捜査、捜査官のところから例えばさ、どっからアパートの201号室を、覚醒剤の非議事実でね、覚醒剤所持の非議事実で捜索したいんだって形で、令状請求 してくると、しまして、どういうところを着目してね、その正当な理由がある、憲法35条1項の正当な理由があるというふうに思いますか？というと、まずその捜索すべき場所、要は令状記載の捜索すべき場所にですね、非議事実にやっぱり関連する差し押さえ対象物がなければそこの捜索を許可することはできないはずですから、そのね差し押さえ捜索すべき場所に非議事実に関連する差し押さえ対象物が存在する蓋然性、これが必要になってくると思いますね。と同時に、裁判官というのは令状を出すにあたって、例えばなんかさ、一通その覚醒剤の事件に関して令状を出したら、それで世界中どこでも日本中どこでも、捜索してもいいような、そんな大雑把な令状は出せなくて、一個一個の場所的なプライバシーを解除していくようなためにですね、その令状を出すんですよ。そうするとですね、もう一つの要件としては、その令状記載の捜索すべき場所と実際に捜索した場所がですね、その同一の管理権に属しているということがすごく大事になってきますね。その令状に捜索すべき場所っていうのを書いておかなければいけないんですけども、それと実際に捜索する場所が同一管理権に属しているということが必要になってきます。要は裁判官はその捜索すべき場所、令状に記載された捜索すべき場所と同一管理権が及ぶ範囲の場所に非議事に関連する差し押さえ対象物が存在するというふうに判断したからこそ、憲法35条1項の正当な理由があるものとしてそういった令状を発布しているはずなんですよ。というわけで、これが2つすごく大事な要件ね。これは常に問題になりますから、捜索の適法性が聞かれたときはこの2つね、まず1つは、その令状記載の捜索すべき場所に差し押さえ対象物が存在する蓋然性があるということ、それもう一つが、その令状記載の捜索すべき場所が、とその捜索した場所が同一管理権に、属しているということが問題になってきます。で本門の特殊事情が一つありまして、これ令状の執行中にですね、外から宅配物が入ってきたんですよ。でその宅配物なんです、実はこの捜索の対象になっているこの丸一のやつがね。ですので令状の執行中に外から入ってきた宅配物にその、令状の、捜索できるかということが聞かれてますから、今の2つの要件にプラスして、その今の、事案に即したようなちょっと特殊な論点が入ってきますね。いやとにかく、その令状執行中に外から入ってきたものに対して、その場所を捜索すべき場所とする令状の効力が及ぶのかというちょっと特殊な論点が入ってきますから、そこを触れる必要があります。この3点がポイントです。で先に出題の主を見ちゃいましょう。この3点がね、もうとにかく書かれてないしょうがないんだと、ちゃんと分けて書かなきゃダメなんだということになります。16ページをご覧ください。後で問題文確認する前にちょっとね、先に出題の主見ちゃった方が問題文読みやすいと思ってね、ちょっとこう問題文非常に長いので
問題の所在が分かんないままね、読んじゃうとね、大変なことになっちゃうんですよ。ですのでね、ちょっと自然な趣旨で問題の所在、この3点ね、まず設問1は、司法警察員が T 株式会社事務所を捜索すべき場所、ね、捜索状って必ず捜索すべき場所って書かないといけないのね、憲法上それ要求されてますからね、まあ、株式会社、T 株式会社を捜索すべき場所とする捜索差し押さえ許可状に基づき、捜索の実行中にね、その事務所社長室に届いた従業員、おつ宛ての、社長はこうで、その荷物はおつ宛てだったんですけど、まあ、とにかくその甲が代取を務める会社に来ちゃったんですよ。でそれをね差し押さえてたの、捜索しちゃったの、この中に覚醒剤入ってんじゃないかってことで、まあ、捜索しちゃったんですけど、ちょっと難しい問題だよね、だからね、まあ、従業員をおつ宛ての宅配荷物を開封したこと、これが捜査丸1ですね。それからね、この捜査丸2はとりあえず置いとこうか、この捜査丸1に関してだけちょっと見ていくとね、次の段落見てください。同法、まあ、これ刑訴法ですけど、刑訴法を218の1項は、司法警察職員は裁判官の発する令状により捜索することができるとしているけど、令状にはね、被疑者の氏名、罪名、差し押さえるべき物で、特に今回これ大事なのは、まあ、捜索すべき場所、それから有効期間等がまあ記載されているんだということね。これは218条1項の条文、皆さん試験中に6法で引けばこれ分かりますからね。で捜査機関は裁判官がその捜索差し押さえ許可状によって明示許可した範囲内での捜索ができると、まあ、裁判官がねそのプライバシーを解除した範囲がねでのみ捜索できる。本事例において H 地裁の裁判官は特定の有効期間を付して、令状って有効期間原則1週間なんですよ、まあ、例外的にそれを超えてねちょっと伸ばすことができるんですけど、まあ、原則1週間なんですけど、特定の有効期間を付して捜索すべき場所を、ちょっとこの住所は置いとこう、まあ、T 株式会社ね、ここを、まあ、そのとにかく営利目的の、ね、継続的な覚醒剤の、まあ、密売絡みの、ね、被疑事実で、まあ、とにかくこの T 株式会社、これを捜索すべき場所として令状を書きました。で差し押さえるべき物として、本件に関連する覚醒剤とかね、まあ、電子ばかりとかビニール袋、まあ、大体ね覚醒剤の密売している人が必要なもの全部揃ってますよ、まあ、はかりで重さ測ってそれをねちっちゃいビニール袋に小分けしてね、まあ、それで売ってますけどね、まあ、それからハサミ、注射器、手帳、メモ、ノート、携帯電話ね、こういう、まあ、メモとかさ携帯電話とかには、まあ、取引先の人の、ね、名前とか連絡先が書かれてますけど、まあ、そういう形で、これを全部ね差し押さえるべき物、被疑者に関連するものとしてね差し押さえるべき物にしてます、まあ、とする捜索差し押さえ許可状を発布したのであるから、捜査機関に対し特定の有効期間において被疑事実で、これ今回ポイントなんだけど、10月2日付の、これ日付超大事なんですよ。実際5日に捜索が、されてるんでね、ちょっとこう気をつけてほしいんだけど、10月2日の覚醒剤所持、営利目的所持に関連する、まあ、覚醒剤メモノート等の差し押さえをするためにね、T 株式会社の管理する、同社事務所を捜索することを、まあ、許可したんだと。で捜査機関はその許可された範囲内でのみね、捜索を行うことができるんだということになってますね。でこのような令状による捜索の仕組みを、踏まえた上で捜査丸一の事例への適用にあたっては、はい、ここから3つ論点出てきますから、これ全部触れないため、こういう事案ではさっきで私が先に言った要件がただ出てくるだけ。まず1個目、捜索場所に捜索実行中に届いた荷物であることと有効期間における捜索が許可されたこととの関係、これはこの事案特集の独特の論点が一つプラスになっちゃってるのね、捜索の適法要件に関してね、こういう事案じゃなければ別にここのところを触れなくてもいいんだけど、これが付加されています。あともう一つ、あと2つはもうこの事案じゃなくても捜索が適法っているために常に求められる適法要件の話になりますからね。オツアテの荷物であることと T 社、T 株式会社の管理する場所内の捜索が許可されたこととの関係ね。でちなみにさ、これ面白いでしょ、この取材したけ読んでもなんでこう書いてあるのかって意味一切分かんないでしょ。これはここに書かれてないんだけど、結局令状を出す裁判官というのは憲法35条1項の正当な理由があるからこそ、まあ、捜索許可状とか差し押さえ許可状って出してるんですよ。でその正当な理由というのはどうやって判断されるのかって言ったら、例えば捜索許可状に関して言えば、まあ、裁判官は令状記載の捜索すべき場所に被疑事実に関連する証拠物が存在する蓋然性があると思ったからこそ、その、ね、令状を出しているということになります。それが次、ちょっとまだ読んでないんだけど、その次のところ、それが踏まえられた論点が書いてあるから。あともう一つは、結局裁判官というのは令状記載の捜索すべき場所と同一管理権に服する場所の範囲内で、その被疑事実に関連する証拠物があると思っているからこそ、その、ね、場所の捜索を許しているわけだから、そこのところで、それがここなんですよ、今のところ、その管理権がどうのこうのっていうのは、ここのところになります。だ今のさところ繰り返しますとね、このようなっていう段落のところの2行目の終わりの方ですけど、おつ宛ての荷物であることと T 株式会社の管理する場所内の捜索が許可されたこととの関係なのは、そういうことなんです。その管理権のことを言ってますね。だそういう意味分かんないと本当にこれ何書いてあるか分かんないでしょ、意味が全く分かんないでしょ。あともう一つ、平成23年これ日付が大事なんだけどね、被疑事実はね2日付の営利目的所持なんだけど、実際まあ捜索
してるの5日なんですよ。なので5日に捜索場所に新たに持ち込まれたオツアテの物であることと引き事実で、これは2日付の営利目的所持なんでね、覚醒剤のね、関連するそのね、引き事に関連する覚醒剤との捜索が強化されていることの関係に分けて論じることが必要なのね。でここだけ読んでると、じゃあなんでこれ分けて論じなきゃいけないのかって意味が分かんないから、正当な理由のところなんですよ。さっきの理由になります。なんで裁判官が、そういった場所の、ね、捜索を、許可してるのか。その令状には捜索すべき場所が書かれてますけど、なんで、そんな令状を出したのかっていうと、まあ、まず1点目で言うと、その裁判官はね、その令状の有効期間内にその捜索すべき場所に、引き続きに関連する差し押さえ対象物が存在する蓋然性があると思ったからこそ、と判断したからこそですね、そこを捜索すべき場所とする令状を出すことを、まあ、許可してるわけなんですよね。というわけでその捜索した場所にまず引き続きに関連する証拠物が存在する蓋然性があることが必要になってきます。そしてもう一つ、なんで裁判官がそんな令状を出したのかって言ったら、その令状記載の捜索すべき場所と同一管理権が及ぶ範囲内の場所に、まあ、引き続きに関連する物があると思ったからこそ、そんな内容の、まあ、令状を、まあ、出しているわけですから、まあ、もう一つの要件として、令状記載の捜索すべき場所と実際に捜索したところがね、同一の管理権に服しているということになってきますね。ちなみに管理権の関して言えばさ、じゃあいよいよ論点抽出なんですけど、今回捜索すべき場所は T 株式会社になっております。でその T 株式会社の代表者は後で問題読んで確認しますけれども、こうなんです。オツではなくてこうなんですよ。というわけで、その T 株式会社がね、とにかく捜索すべき場所になっておりますね。で実際はその株式会社という法人自体が何かものを事実上管理するってことはまあ不可能ですから、実際はその代表取締役でこうあるこうさんが、まあ、実際管理しているところが T 社の管理権が及ぶ場所だってことになってくることになるんですよ。でそういった令状で全然関係ないオツ宛ての、その荷物がね、単にその T 株式会社の中に運び込まれたっていうだけで、捜索できるのかということで、その T 社の管理権がオツ宛ての荷物に及んでんのかってことがまず一つ大事な話になってくるんですよね。ここのところね、オツ宛ての荷物に T 社の管理権が及んでいなければ、その T 社を捜索すべき場所とする令状で捜索することはできないことになっちゃうんですよ。と同時に今回営利あの覚醒剤のね、その要はね T 社を拠点とする、そのね、特にまあその代表者公がいろいろ取り仕切ってね、 T 社を拠点として覚醒剤の営利目的の売買をやってるんじゃないかってことでちょっと疑われてるんですけども、まあ、そういった観点から、あ、なんでね、その T 宛ての荷物だったらまだそこにね、その覚醒剤入ってる可能性ありますけど、まあそのオツさん、まあ、とりあえず T あのこうじゃないから、その代表取締役のこうじゃないね、単なる従業員なんですよ。まあ、そこに果たして覚醒剤が存在する蓋然性があるのか、特にまあ非事実に関連する覚醒剤になるんですけれども、その所持がその2日付だったじゃないですか。で運び込まれてきたのは5日付だから、その5日に外だから2つ難しい問題があって、さすが司法試験だよね、ちょっと難しくしてるけど、まずただ1点、そのもともと T 社にオツの荷物が運び込まれたっていう事実だけでも大変なのにね、それにほら T 社の管理官が呼んでなければ捜索できないのに、それに加えてちょっと非事実の面でずらしちゃって、その非事実は2日付 その営利目的所持なんだけど、実際に外から入ってきたのは5日なんですよ。だから5日には所持してたのは間違いない、中に覚醒剤があれば、5日には所持したのは間違いないんですけど、2日付の非事実と果たして関連するのかってことね、だからここすごい難しいと思いますね。ここのところ全部要件満たして初めて、この捜索が適法ということになってきますのでね、すごく難しいと思います。あとは抽象的な法律論ですけど、まあ、一般的な話でね、要は令状の執行中に外からその捜索すべき場所に運び込まれた荷物に対して、その、ね、場所に対する令状の効力が及ぶのかっていう話も問題になります。でこの点は令状って有効期間が、ね、まあ、あるんですよ。原則1週間で、その有効期間内であれば、その捜査官がいつの時点で着手するかどうかっていうのは任意なんです。そのとにかく有効期間内であればいつの時点で着手するか任意になってるんですよ。でその時、じゃあ例えば今から7日間、まあ、令状の有効期間があるんだけど、たまたまそのじゃあ初日1日目のところで着手しちゃってさ、でその最中に物が入ってきたとしますよね。でそこで、まあ、捜索差し押さえの執行中はとにかくもう令状の効力が及ばないんだっていうように判断することを前提に、じゃあ今度同じような感じで、じゃあ2日にその令状執行してたとしますよね。で荷物はもう1日に来てるんですよ。で当然2日に執行したんであれば、当然その捜索すべき場所に問題となる荷物があることになりますから、当然令状の効力が及ぶんだけど、それをね、その捜査官がいつの時点で着手したかによって結論が分かれちゃうのはちょっと不合理じゃないかっていうところが問題の所在になるんですよね。でそこを法律的に、まあ、どう説明するかっていう話なんですけども、まあ、結局ね、憲法35条いきますよ。まあ、捜索許可状を出した裁判官、まあ、そのね、正当な理由があるからこそ、そういうその有効期間内のね、その
ある場所を捜索すべき場所として一定のその有効期間を定めた、まあ、捜索許可状を出しているので、その裁判官の意図としては、まあ、有効期間内に被疑似に関連する証拠物がその同一管理権のある場所にあると判断したからこそそういう令状を出しているんだというふうに考えることが可能だと思います。そういうふうに考えると結局その有効期間内に外から運び込まれたものであれば、まあ、その令状の効力が及ぶっていうそういう話が出てくるんですよ。さらに加えてね、その3つ目の問題としてね。でその他にさっき言った通り、その捜索すべき場所に被疑事実に関連する証拠物が存在する蓋然性があるということも必要になるし、さらに、その捜索した場所が、その捜索すべき場所と同一管理権に属しているんだということも、まあ、普通に捜索の適法性って常に要件になる要件がありますけど、それも問題になるわけね。というわけでこの3点を書けっていうのがこの主題の趣旨になります。こういう意味で。だけどこれだからこれ理由書いてないから困っちゃうのよ。この主題の主題見るとさ、これ分けて論ずる必要があるってことしか書いてないからね。だからここはどこで学ぶかって言ったら基本知識の学習のところで学ぶことなんです。もう令状ってとにかく正当な理由だからね。捜索差し押さえっていうのはもう憲法35条の正当な理由が必要だから、そしたら基本上にそこ書いてあるからね、まあ、そこのところからまあちゃんとやっていくということになりますね。チーム私の今インプットをやってるね、矢島の速習インプット講座っていうのをやってますけど、こういうのちゃんと論文試験に対応するような形でインプットしてますから、もしこういうのやちょっとまずいと思ったら、まあ別に私の講座じゃなくてもいいけど、ちゃんとインプットやった方がいいと思うんですね。最低限こうね、必要な知識入れておかないともそもそも話になりませんのでね。でそんな感じでですね、採点実感見てみましょうか。あ、いいか。ちょっとね、採点実感読むと面白いんだけど、さすがにこれ90分の授業でやるとちょっと時間足んなくなっちゃいますので、出題の詩でやろう。こっちのはちょっと簡単に書いてあるからね。で、この点に関しましてですね、16ページまた戻ってください。16ページの最後の、まあ段落のところですけど、このような令状による捜索の仕組みを踏まえた上でどうたらこうたらというところを今読みましたよね。でこの下から3行目、線引いてあるところですけど、具体的事実を事例中からただ書き写して羅列すれば良いというものではなく、司法試験が始まった頃はね、とにかくこういうことをやれって別の予備校の先生が指導してたから、まあ、昔の再現答案ってこういうのあったんだけど、今絶対ダメだからね、まあ、今適法要件をさ先にこう説明したじゃない。その要件に当てはめに使う事実だけしか拾っちゃいけませんからね、ちゃんと意味のある事実だけを拾うようにしてください。まあ、具体的事実を事例中からだらだら書き写して羅列すればよいというものではなく、それぞれの事実が持つ法的な意味を的確に分析。だからこれちゃんとさっきの要件構造が頭に入ってないといけないんですよ。そのさっきの要件の当てはめに使う事実をちゃんと拾えっていうことだからね。単に問題文にある事実を意味もなく出してもしょうがないから、問題文 のさっきの規範に当てはめをするね、事実を出して適切に評価して結論を出すんだということね。その要件に当てはまるのか当てはまらないのかという結論皆さんが自分で考えて出すんだということが求められています。で3つの論点ね、順番に説明しています。17ページからいきましょう。例えば有効期間との関係ですね。これは抽象的な話で、捜索差し押さえの執行中に外から入ってきたものに対してその場所に対する令状の効力が及ぶのかっていう、ちょっとこの特殊な論点です。こういう事案の時だけ問題となる論点なんですけど、有効期間との関係については、捜索すべき場所に存在する物は通常その場所の管理権に属することから、裁判官は捜索すべき場所に存在する物、ちょっと過去書きは飛ばしておきましょう、捜索すべき場所に存在する物についても捜索すべき場所と、一体のものとして合わせて捜索をする。この正当な理由というのは憲法35条1項だからね、正当な理由を判断していること、で捜索差し押さえ許可状の有効期間内であれば、司法警察員 K はいつでも適法に、ほらさっき言ったでしょ、有効期間内だったらいつでも着手できるんですよって話したけど、いつでも適法に捜索差し押さえを行うことができ、たとえ令状発布後捜索開始前にね持ち込まれた物だっても、その捜索差し押さえは適法であること。捜索開始、まあ、令状提示の前後で適法違法が分かれるとするとね、さっき言ったとおりはバランスが悪いんですよ、不合理なんですよ。分かれるとすると、司法警察員 K がおつ宛ての荷物から届けられた後にね、捜索を開始すれば適法に差し押さえることができるのに、たまたま捜索開始が早かったため、違法になることをね考慮すると、考慮して裁判官がどの時点における、捜索する正当な理由、憲法35条1項の、正当な理由が、ね、あると、審査しているのかっていうのを、まあ、判例の内容を踏まえた上で、ね、まあ、示してくださいということになってますね。でさっき の私の説明が判例の内容を、まあ、示したもんね。基本的にはまあその執行中外から入ってきたものに対して、まあ、令状の効力を認めているっていうのが、ね、判例になってますけどね。でここはね、答案に書くときに多分結構管理権の話って他の適法要件との感じで厳密に見ちゃうといろいろ被ってきちゃうから、ここは法律論としてとにかく令状の執行中に外から入ってきたものに対してその場所に対する令状の効力が及ぶのかっていうような法律的な論点の問題として書くといいと思いますね。実際は当然外から入ってきて、まあ、その捜索すべき場所の管理権に服してね、でしかもその中に、まあ、被疑事実が存在する蓋然性がなければ証拠物が存在する蓋然性がなければいけないんだけど、まあ、そこのところはもっと具体的にその事案を踏まえて
えて、後で検討するとして、とりあえず外から来たものに対して、一般的に、ね、その事案離れても、その外から来たものに対してその令状の効力が及ぶのかという話でやっていくと楽だと思います。ここで結構具体的にそういう、ね、事実関係見ちゃうと他の適法要件と、被っちゃうんですよね。管理権の話とか非事実が存在する、その蓋然性あるのか、証拠物が存在する蓋然性があるのかってことで被っちゃって、時間内に絶対書ききれなくなっちゃうからね。でここのところはちょっとこう軽めに書いていくといいんじゃないかと思います。で大事なのはこの次の2つですよ。だから、別にこの事案に限らず捜索の適法性ね、で気をつけてください、令状に基づく捜索の適法性ね、無令状の、捜索ではありませんけどね、この令状に基づく、捜索の適法性のすごく大事な、要件、これ今後もいろいろ応用聞きます。まず管理権ですね。また、T 社の管理権との関係においては非事実は代取公に対するものであること、捜索すべき場所はこの代取公がいる、T 株式会社なんですよ。とにかく、T 株式会社が、捜索すべき場所になってるのね。でさっき言った通り、ほら法人そのものがそこの場所事実上管理することはできないから、実際代取の公が管理しているところが、その令状記載の捜索すべき場所として書かれている T 株式会社の管理権が及ぶ場所になってくるわけね。だから公の管理権が及んでいるところであれば、とりあえず T 株式会社を捜索すべき場所とする令状で捜索することが、できるんですよ。ってことをここで読み取んなきゃいけないのね、この1行でねここのところで、こういう基本知識分かんない人は本当にインプットですよ。私の即習インプットなりなんか取って本当にちゃんとやんないといけないと思いますけど、こういうのを踏まえてね、次の行から読んでいきます。荷物の、名手宛名はねオツだけど、送付先は T 株式会社であること、で同社は人材派遣業を営んでおり、裁判官にとっても同事務所に従業員がいると当然予想されるところを、現に令状発布前から同社事務所で従業員が働いていることが判明していること、オツは同社の従業員であること。これほら要件との関係でさ書いてないから、これ答案の悪い例ね。事実を、問題文のある事実を意味もなく網羅的に羅列してるんだけど、これを実際は答案ではちゃんと規範立てて当てはめしないといけないんですよ。なんでこの事実拾ってるのか全然意味わかんないからね、ここのところね。だけどね、これこれぐらい分かってるでしょっていうふうに多分交際員が思ってるから、こういう書き方してるんだと思うんですね。これぐらい書けば受験生はこのなんでこの事実がここの要件との関係で大事なのかってことが分かるでしょっていう形で多分書いてあるんだと思いますね。というわけでね、オツは同社の従業員であること、で甲の建物電話、つまり携帯電話に残されたメール内容等によれば、甲とオツは共同して覚醒剤を所持しており、密売しておりね、後で問題文読むとね、もっと大元の兵っていう人が出てくるんですよ。兵って人が今回の営利目的の覚醒剤をね取り仕切ってるようで、兵さんがねどうもこの甲にこう荷物を送ってくるので、その荷物が甲宛てのものとオツ宛てのものがあるんですけど、いずれにしろ、とにかくオツ宛てのものもとにかく甲がうまく、オツとうまく分担してさばけみたいな形で、兵がね、とにかく甲になんかいろいろ指示をしてるんですよね。そういうところからするとオツ宛ての荷物に対してどうも甲が管理してる可能性があるんだけど、そういういろいろね、いろんな事情を拾ってきますね。というわけで、これ、ね、甲とオツは共同して覚醒剤を密売しており、兵から、甲がオツ宛ての荷物の中身を分けるよう指示されていて、甲がオツ宛ての荷物を管理し委ねられていると伺えることなどを検討し、オツ宛ての荷物に、その T 社の管理権が及んでいるかどうかを論ずる必要があるんですよという形になってますね、ここのところね。で従業員がどうのこうのって書いてあったのはね、例えばその令状を出す裁判官としては捜索すべき場所が、例えばその、今回 T 株式会社って会社ですけど、当然、そこに従業員がいるんだってことを前提にその場所の、令状を、出すってことを、許可してますよね。だからそこのところを皆さんがどういうふうに評価するのかっていうところになってくるんだと思うんですよ、ここのところね。あともう一つね、この、もう一つの要件が、非事実の、に関する証拠物の存在する蓋然性ですけど、さらに、この3つ目の要件、非事実と関連する覚醒剤が存在する蓋然性との関係においては、非事実の中には営利目的が含まれてんだと。とにかくさ、外から入ってきたおつ宛ての荷物の中に、その2日付のね、実際には5日に、入ってきてるんですけど、とにかく5日から外から入ってきたおつ宛ての荷物に2日付の T 社の代表者甲が取り仕切ってるね、覚醒剤密売に関する、要は証拠物、覚醒剤等が入ってるかどうかっていうことをね、蓋然性を見ていかなければいけないんですけども、もう一回それで読んでいこう。非事実と関連する覚醒剤が存在する蓋然性の関係については、非事実の中に営利目的が含まれてるんだってこと。これどう使います、この事実。これもやっぱ相変わらずこれぐらい書いておけば受験生は分かるだろうって、試験員が思ってるんで、この使い方まで書いてくれてないんだよね。この事実どう使うのかって話だよね。とにかく非事実は2日付の営利目的所持だから、その2日付の営利目的所持の非事実に関連する証拠物、
まあ、覚醒剤が存在する蓋然性がないとその令状に基づく捜索は適用にならないんですよ。でもおつ宛ての荷物は5日付で外から入ってきてますから、それそのまま直ちにさ、おつ宛ての荷物の中に2日付の営利目的所持にかかる覚醒剤入ってるって言えないでしょ。だからまあここでじゃあ適法要件切られちゃって違法になっちゃうのかって話なんだけど、こんなことやってたらこういうあの捜査できなくなっちゃうからね。あとさっきほら令状の有効期間の内で、着手してればその前後で結論変わったら不合理だっていうところと矛盾するじゃないですか。これだけを理由に直ちにこの要件で切っちゃったらね。だからこれ基本的には適法になる余地がある方向で皆さん解釈しなければ、まあ、いけないんですよ、ここのところね。そうどうですかね、ここのところ。これやっぱ事案の特殊性なんでしょうね。まあなんか一回限りで終わる犯罪、まあ、例えば殺人事件なんかはね、被害者一人しかいないから、その特定のね被害者に関する殺人事件というのは一回限りでまあ終わってしまいますけれども、覚醒剤の営利目的所持罪というのは一回所持して終わりなんですか、その二日の日だけ処理をしてね、所持をしてそれで終わっちゃうんですかって話なんですよね。まあ、通常営利目的所持というのは継続的にその犯罪をねやっていくっていうのがまあ通常想定されますよね。そうすると例えばまあ5日にじゃあその捜索すべき場所に覚醒剤があったら、その事実から2日の営利目的所持の事実を推認することができるんじゃないかと思うんですよ。要は5日に覚醒剤を所持していたんだったら、多分その前の2日も営利目的で別の覚醒剤だけど所持してたんじゃないかと、ね、物は違うけど、まあ、その5日に覚醒剤があるんであれば多分まあ別のね、まあ、その2日にあった覚醒剤も売っちゃってないかもしれないけど、でもその、ね、2日にも多分覚醒剤があったんだろうなと、そんな感じでいけるんじゃないかと思います。まあ、それ間接事実なんだよね。だからね、その2日付の覚醒剤が直であればその2日付の所持という主要事実を直接まあ証明できるからまあいいんだけど、今回ねその2日付の覚醒剤もあるかどうか分かんないんですよ。オツの荷物の中には少なくとも多分2日付の覚醒剤ないと思いますよ、外から入ってきてるからね。でもその5日付の所持、5日付に出てきた覚醒剤、5日に覚醒剤が出てきたっていう事実からね、要は5日に T 社に覚醒剤があったっていう事実から、まあ、2日にも多分覚醒剤、別の覚醒剤だけど持ってたんだろうなってことを推認できますから、だからある意味間接事実なんだよね、これがね。その2日付の所持の事実が主要事実だとしたら、5日付の所持の事実が間接事実になって、その間接事実を、まあ、こんな言葉は別に刑訴法の答案で書かなくてもいいけど、間接証拠になるんだと思います。そのね、間接事実を証明するための間接証拠になるんだと思いますね、このねオツのもし中に覚醒剤が入ってたらね。ということでこのたった一行ここ書いたんですよ、こういうことが。このね今ちょっとまた自然史戻りますとね、あ、ここだね、もう一回ね、さらにという段落ですね。さらに非事と関連する覚醒剤が存在するが蓋然性とは関係のいた非事実の中に営利目的が含まれているということも、この営利目的にはそうやって使えてほしいのね、まあ、継続的にやるようなものですからね、そして、甲が同社事務所社長室で覚醒剤取締役法の研究歴があるものに覚醒剤を売ろうとし、同社事務所に、その研究歴のあるもの数名が出入りしている非事実についても、まあ、常習的犯行の一環であると推測されること、それからメールの内容などからね、甲乙に覚醒剤を共同して密売していることがうかがえ、まあ、甲乙がね共同して密売していることがうかがえ、非事実についてもオツが共犯者である可能性が高いってことを皆さんがまあ事実認定するわけよ、問題文のまあ事実を拾ってうまく評価するのね。そうオツ宛ての荷物にも結局、まあ、今回の非事実に関連する覚醒剤が入ってるんじゃないかって形で推認することができちゃうんだよね、こういうね事後的な事情から。その行為時の事情をですね、その非事実当時のね2日付の所持の、ところを遡って推認することができちゃうんだね。それからこのメールの内容と符合するよう指定された2時場所に甲宛、おつ宛ての荷物が同時に届き、それぞれの伝票の筆跡が多分ねこれ大元の兵がやってると可能性があるんだけど、それぞれの伝票の筆跡が酷似し、記載された内容物がいずれも書籍であるだけでなく同一の差出人名で、その所在地の地番が実在せず電話番号も未使用。この事実はどうやって使うんですか、このおつ宛ての荷物に2日付の、ね、非事実に関連する覚醒剤が存在する蓋然性があるということを皆さんが評価してやらなければいけないんだけど、これはどうやって使えます、ここのところは。まあ、なんか架空の、まあ、要は場所から荷物が発送されてるっていうのはどう、まあ、これちょっと使い方難しいかもしれないけど、まあ、例えばさ法で取り締まられているようなものでなくてね、ちゃんと適法に流通させられるようなものであれば普通は発送元隠さないと思うんだけど、こうやって発送元を隠してるってことはね、結局まあ捜査を免れるために法禁物、いや法で禁じられているね、まあ、覚醒剤等を、発送してるんじゃないかってことも推認できなくはないんですよ。ただ気をつけてね、世の中主要事実を直接証明することができないときはそれを推認させる間接事実をねこう固めて、そして最終的に裁判官がその問題となる主要事実、要は2日付の覚醒剤所持があるのかどうないのかというところをまあ判断することになりますけど、その主要事実一つ一つにはですね、それぞれ推認力の強弱があります。ですのであるその間接事実があるっていうだけでですね、それを一つだけでね推認が主要事実が認定されるわけじゃないから、そこは気をつけていてください。でそういった観点から考えると、まあ一応なんかさ
その荷物のね、その送り先、送り主のところが架空の住所とか書いてあったら、まあ一応ね、まあなんか見つかっちゃまずいものを流通させてるのかなっていうことは推認できるけども、まあただあんまりその強い推認力がないと思いますよね。でも一応推認するための一事情、要は間接事実の一つですね。まあ本件でいうとちょっと主要事実を推認させる力が弱いかもしれないですけども、まあ一応ね、間接事実の一つには使えるんだけど、まあそういうふうに評価してくれるんだったらこの事実も使えますよっていう意味で書いてあるからね。だからそんな感じでなんかね、その要件との関係、とにかくね、意識して、この事実がいろいろこうね、取り上げられてます。この取材の人とかね。で、まあこれはおそらく高裁員はこれぐらい書いておけばもう受験生わかると思って、出題の人が採点時間っていうのは受験生に分かってもらうために書いてるから決して不親切でこっちやってるつもりないんですよ、高裁の方はね。で多分本当に書いた時はもうこれぐらいやってきゃもう十分、特にまあ皆さん勉強してるからね、予備試験受かったりあるいは法科大学院で勉強してるからこれぐらい分かるだろうと思ってるんだろうけど、実際意外と基本知識が固まってないとね、この事実見ても意味が分かんないんだよね。だからこういうところもし難しいと思ったらそれは理由簡単なんですよ。創作の適法要件の頭がちゃんと適法要件が頭の中にちゃんと入ってないから、この意味が分かんないだけだから、そこはちゃんとインプットしてね、創作の適法要件を勉強してもらえればいいだけになりますね。まあそんな感じのところでこの3点触れてくれればと思いますね。あとね、もう一つ、問題文、創作の適法性聞かれてるんですけど、ちょっと問題文戻ってください。14ページになりますね。まあ、とにかく1個目はそのね、創作差し押さえ T 株式会社を創作すべき場所とする令状の執行中にね、まあ、外から入ってきたおつ宛ての荷物の創作の適法性を聞いてるのが、今のね、捜査丸1で、あともう一つ捜査丸2の適法性聞かれてます。でこれはね、ちょっと問題文読むと大変なんで大雑把な話をしますとですね、その後やっぱ覚醒剤が出てきちゃったんですよ。でそれでこの江藤を現行犯逮捕してます。5日付の覚醒剤の所持で、ね、逮捕されたのは覚醒剤出てきたの5日だから、今度は5日付、ね、さっきの被疑日、2日で令状出してますけど、そうじゃなくて5日に覚醒剤所持してたからね、5日付の覚醒剤で現行犯逮捕、されてるんですよ。でそんな中でですね、オツが現行犯逮捕されてるんで、オツが会社の中で使用しているロッカーの中にも、まあ、覚醒剤があるんじゃないかってことで、まあ、令状に、さっきのね、最初の令状に基づく、まあ、捜索ができるのかってことと、あと5日付の、現行犯逮捕に基づく、まあ、逮捕の現場でのね、無令状捜索として、まあ、適用になるのかどうかってことを聞くのがもう一つの、問題になってます。ちょっと見てみましょうか。縦3のところからちょっと見てもらえますかね。縦3、これね、上でもうね、覚醒剤が差し押さえられていることが前提になります。でそれで縦3のところですけど、問題文の縦3で、司法警察院系は甲及びオツによる覚醒剤密売の全容を解明するためには、オツの携帯電話ね、今度は代表者じゃなくて従業員オツの方にもね、捜査の手が及ぶわけですけども、オツの携帯電話や手帳などを押出する必要があると考え、オツに対し、これら所在場所を確認したもののオツは無言だったと。そこで司法警察院系は甲にも、ね、大統領の甲にも確認したけど、甲はさあどこにあるか知らない、隣の更衣室のロッカーにでも入ってんじゃないの、でも更衣室もロッカーも社長の俺が管理してるけど、おつ宛ての捜索をさ、この令状でできるかどうかって、その T 社の代表者の河野管理権を呼んでればいいんだけど、ここそこに使えるんだよね。この社長がどうもおつ宛てのロッカー管理してる可能性があるんですよ。社長の俺が管理してるけど、ただ気をつけなきゃいけないのはね、中の荷物はオツのものだからってことで、別途仮にそのね、従業員のロッカーに対して会社の管理権がね、まあ、実際マスターキーとか会社が握ってますからね、管理権あると思うんだけど、仮に会社の管理権がその従業員のロッカーに対して及ぶんだとしても、別途その従業員のね、そのロッカーを使用している人のプライバシーは別途、まあ、保護されなければいけないんじゃないかっていう憲法的な、まあ、発想が出てくるんですよ。で仮に皆さんがそう思うんであれば、それは別途その、オツのプライバシーを解除するためのね、オツのプライバシー保護を解除するための新たなもう一つ別の令状が必要になってくるというふうに考えていくことになってきますね。まあ、そこのところがこの問題になります。というわけでね、管理権あること前提に別途このオツのプライバシー保護しなければいけないんじゃないか、まあ、そこのところの問題になります。まあ、こいつもロッカーも社長の俺が管理してるけど、中の荷物はオツのものだからオツに聞いてくれなどと言ったと。でこれを受けて司法警察院系がオツに対しロッカーの中を見せるよう求めたところ、ほらやっぱオツも言ってるじゃないですか、俺のものを勝手に荒らされたくないということで拒否してますから、ここはやっぱ別途ね、仮に管理権が、まあ、まず管理権が及んでるかどうかということをちゃんと皆さんが事実評価して確定させなければいけませんけど、仮に及んでるからって言ってさ、直ちにそれで適用にしちゃダメなんですよ。だからこういう主張をオツがしてるわけだから、別途、仮に管理権を及んでるんだとしてもね、別途オツのプライバシー保護を解除するために別の令状が必要なんじゃ、別途そのオツのロッカーを捜索すべき場所とする令状をね、ちゃんと正当な理由があるということを判断してもらって出してもらわなければいけないんじゃないかというところが問題の所在になってますね。そして今度次、縦3のそこでっていう段落のところですけども、
司法警察員 K はオツに対する説得を諦めまして、部下を連れて社長室に隣接している更衣室、現行犯逮捕されたのは、ね、社長室なんですけど、それに隣接している更衣室に入りまして、でそこにまあロッカーがあったんだけどね、オツと表示のあるロッカーは施錠されていたことから、司法警察員 K はオツに対し鍵を開けるよう言ったけど、オツが応じなかったためね、で線引いてあるところです。司法警察員 K は、同日午後4時20分社長室の壁にかかっていたマスターキーを使ってロッカーを解除で捜索を実施したということになりますね。でさっき先に説明を見ましたけど、この捜索マロに関しましては、その当初発布されていた令状に基づく捜索の適法性&その逮捕の現場における無令状捜索の、ね、適法性、そこの両方を聞かれておりますね、このところね。でそんな感じでですね、ちょっと出題のしこの説問捜査マロに関する説問2のところを見ていきましょう。17ページを見てください。17ページの一番最後の段落のところですね、捜査丸2に関する論点抽出ですね。でそうするとほら、あもう覚えた、令状に基づく捜索の話はもうさっきと同じだよ、要件で。今回さ、令状の執行中に別にほらこの外から来たわけじゃないから、一番簡単なんですよ、要件としては。だから要は令状記載の捜索すべき場所と、まずオツのロッカーが同一管理権に服しているのかどうか。ただ本件ちょっと特殊で、服しているとしても別途ね、オツの、まあ、プライバシーを解除するための別の令状が必要なんじゃないかというのはちょっと特殊で出てきますけど、まあ、基本的にはまあ一緒、その同一管理権、及んでいるかどうかというところの、まあ、1個目の、まあ、要件ですね。それからもう一つは、その捜索すべき場所に非実に関連する差し押さえ対象物が存在する蓋然性が、ね、あるのかどうかというところ、そこのところをまあ事実に即して、考えてもらえればいいということになってきます。じゃあそれを踏まえて読んでいきましょう。今のがね、筋が頭入ってないと本当読んでも意味わかんないからね、なんかそういうの分かってると思ったら取材にして書かれちゃってるから、これ基本知識が、ね、入ってる要件の構造ぐらいさすがに分かってんだろうっていうの前提に書かれちゃってるからね、まあ、今のをちゃんと頭入れた上でじゃ読んでいこう。捜査丸2のうち、捜索差し押さえ許可状に基づく捜索も同様に、オツ使用のロッカーであることと、T 株式会社の管理権との関係ね、これ1個目の要件、それからもう一つがね、蓋然性の話だけど、オツ使用のロッカーであることと、非実と関連するオツの携帯電話や手帳等が存在する蓋然性との関係に分けて論ずる必要があるということになってきますね。令状に関してはさ、このほら、非事実、2日付の営利目的所持だから、それとの関係で蓋然性考えてくださいね。後で減退、逮捕に伴う捜索の適応性考えるときは、逮捕 の非事実がね、5日付の覚醒剤所持で逮捕されてるから、そっちちょっと非事実の時点が違ってくるからね、そこは気をつけてほしいんだけど、まあ、令状のは2日付の非事実になってますからね、まあ、それと関連する証拠物が存在する蓋然性があるのかどうかってことをね、書いてもらえばと思います。そしてですね、今の段落の、3行目の途中のそしてっていうところですね、これが管理権との関係ですけど、 T 株式会社の管理権との関係では、まあ、前記の通り、通常裁判官は捜索すべき場所に存在する、備品等の物や会社事務所に従業員がいることを含めて、当該場所を捜索して正当な理由、憲法35条1項のね、まあ、正当な理由を判断していること、これね、間に論理がいろいろ飛んでるから、ちゃんと基本知識が分かってる人じゃないとここ意味分かんないと思うんですよ。でそれで、基本を踏まえて考えていくと、本件だったらとにかくさ、令状記載の適法、令状の適用要件ってさ、令状による捜索の適用要件の一つで、とにかく捜索すべき場所ね、令状記載の捜索すべき場所と捜索した場所が、まあ、同一管理権が及んでるね、まあ、必要があるわけですよね。でこの点、今回仮にその同一管理権がある、かどうかってことを考えるにあたって、まあ、社長の発言聞いてると、なんかマスターキー自分が管理してるとかそういうところもあるんだけど、同時にその捜索すべき場所が会社だっていうときは、裁判官当然そこに従業員がいるってことも、まあ、前提に令状を出してるんですよ、まあ、そこも踏まえて、要はね、どこまでのその管理権を、まあ、解除してるのかってことをちょっと踏まえて考えてほしいっていう趣旨なんだと思うんですよね。まあ、このところなんかね、問題文この趣旨が短すぎて何とも言えないんだけど、まあ、とにかくその基本知識に踏まえて、このどういう意味で書いたのかなっていうのはちょっと考えるとね、すごく勉強になりますね。こういう問題って、まあ、事例変えて何回も出てもおかしくないからね、捜索の適用性とにかくこういう思考方法をしていかなきゃいけないわけですから、まあ、ここのところですね。でもさ、これやっぱさっきちょっとね、話、今回の事案の特殊性ですけど、仮にまあ裁判官がまあ従業員宛ての、あそうか、まず今回管理権、まあ、社長がそのロッカーのマスターキーと思っているというところから、まあ、そこを強調して、まあ、管理権を呼んでいるというふうに考えていきますよね。でも一方で、そのオツオツところは自分拒んでるじゃないですか、そこ私が作ってるものだからちょっと勘弁してくださいってことを言ってるから、まあ、別途そのオツのプライバシーを保護するためにね、そのプライバシー保護を解除する別途令状が、そのオツのロッカーを捜索すべき場所とする別の令状がいるんじゃないかという考えも出てくると思うんですよ。ただまたそこでちょっと戻るんだけど、そもそも裁判官っていうのは会社
こうやってもう、まあ、ここもそうだけどね、こういう、たくさん人がいるような建物を捜索すべき、場所として、まあ、令状を出した以上ですね、やっぱそこにもともと人がいるんだってことを前提に出してるはずだから、そこの従業員のプライバシーの解除も含めても当初の令状でやっちゃってるんだっていうふうに考えたら別の令状はいらなくなるんですよ。でもいやそうじゃないと、やっぱりそれは別のね、裁判がそこまで考えて令状出してないでしょって考えるんだったら別にね、オツのプライバシーを解除するための令状がいるんだと思いますね。でこう面白くてさ、例えばじゃあここあの、まあ、レックじゃないですか、例えばレックが何かこう事件を起こしてここが捜索すべき場所として、まあ、令状に書かれて今じゃあ捜索が来たとしてさ、で例えばここの従業員の荷物とかはこの仮に今回これが適法だとしたらそこ行けちゃうと思うんだけど、皆さん受講生のものは多分行けないと思いますね。そこのところは要は裁判官がその令状を出すにあたって、まあ、そこに普段従業員がいぞ要は同じような人がいて継続的になんか反抗してるんだってことを前提にそこを捜索すべき場所として、まあ、許可してね令状を出してるんで、おそらく従業員のところまでのプライバシー解除はそれ前提にやってるはずなんですよ。令状を出すための正当な理由の判断の中でやってると思うんだけど、ここの受講生ってのは日によって違うんですよ。皆さんが今日たまたままあ来てると思うんだけどね、別に毎日皆さんいるわけじゃないから、さすがにこのレックをこの建物、皆さんがいるこの建物を捜索すべき場所として令状出した人もね、従業員のところまでは行けても皆さんの荷物までは行けないと思いますね。そんな感じで、まあとにかくね、もう暗記じゃなくてもう自分で考えるんです、こういうところをね。基本知識からだけどね、もちろんね、結局正当な理由だから、さっきあの今日の、この話が始まった一番最初に戻るんだけど、その、令状を出した裁判官がね、まあ、どういうところに着目して正当な理由があるものとして令状を出してるのかって話になります。で特に捜索のところの正当な理由っていうのは、令状記載の捜索すべき場所に、まあ、被疑事実の、関連する証拠物が存在する蓋然性があると思ったからこそ、そういった令状を出してますからね。なので適法要件の一つとしてですね、その捜索すべき場所、令状記載の、捜索すべき場所に被疑事に関連する証拠物が存在する蓋然性、まあ、それがあることが必要になると。同時になんでそんな場所の令状を出したのかって言ったら、そこと同一管理権が及ぶ範囲で被疑事に関連する証拠物が存在する蓋然性があると思ったらからこそ、まあ、憲法35条1項の、ね、正当な理由があるものとしてそって令状を出してるわけですから、まあ、結局もう一つの適法要件として、まあ、その令状記載の捜索すべき場所と、実際に捜索した場所とかね、まあ、同一管理権の範囲内に入っているということですね。まあ、こんな感じで多分とにかく本当にそこだけなんですよ。ここで覚えておいてもらいたいのは今の2点だけで、それをただ事案に即して考えているだけなのね。でちなみに趣旨いろんな事実書いてあるけど全部触れられなくても全然合格できるから、今のまず要件の構造分かってない人は絶対合格とはならないですけど、今の要件構造を踏まえて、で、まあ、例えばさ各その適用要件のところで、まあ、一つじゃちょっと寂しいから、事実ね、一つじゃ寂しいから、まあ、二つぐらいかな、それぐらい出して、まあ、そこそこ評価して書いてくれれば、まあ、結構書くことあるし他にもね、だからそれで十分合格とはになると思うんですけど、まあ、要件構造を踏まえてね、ちょっとこう大事な事実出してもらえればと思いますね。さてそれがね、この今の17ページの最後のところになります。そして今度次の、ところですけど、まあ、そうだ、今私がベラベラ喋ってるのがこの先に書いてありました、すいません。このマスターキー、要は社長室にそのオツのロッカーのマスターキーがあったんですけど、そのマスターキーがあったことなどを検討しね、18ページの一番上のところです。マスターキーがあったことなどを検討し、同ロッカー内に T 株式会社の管理権が及んでいるかどうか、同社から貸与されたオツによる事実上のロッカーの使用がね、T 株式会社の管理権とは別にね、独立して、保護に値するものかどうかね、だからまあ仮に、その及んでるとしても別にちょっと保護しなきゃいけないんじゃないか、別に令状必要なんじゃないかを論ずる必要があるんだと。で、被疑事実と関連するオツの携帯電話や手帳などが存在する蓋然性との関係では、捜査丸一で述べた事情に加えて、現にオツ宛ての荷物の中から覚醒剤が発見されたこととかね、その K の質問に対し、甲が隣の更衣室のロッカーにでも入ってるんじゃないのと答えたことや、この K からね、ロッカーの中を見せるよう求められて、オツは拒絶したことなどをね、踏まえて、まあ、関連性があるものが入ってるかどうかということを見てくださいということになってますね。この拒絶した事実も推認力すごく弱いですけど、例えばさ、警察に、まあ、見せてまずいようなものがロッカーに入ってなかったら、見せてくれって言われたら普通拒まないじゃないですか。でもそれ拒んだってことは、なんか見せちゃまずいようなものが入ってるんじゃないか、そして本件の事実関係からすでに覚醒剤が差し押さえられてるっていう本件の事実関係からすると、その見せちゃまずいものっていうのは覚醒剤なんじゃないか、まあその以上の事情を総合考慮すると、結局オツのロッカーの中に覚醒剤入ってるんじゃないかとかね、そんな感じでまあ考えられないこともないですよね。あるいはまあ覚醒剤そのものじゃなくても、その取引先等がね、その書いてあるメモとか携帯電話とかね、まあ、そういったものが入ってるんじゃないかっていうふうに推認できなくもないんですよ。ただ推認力弱いから、さっき言った通り、ある主要事実を直接証明する証拠がないときは、それを推認させる間接事実をね、いろいろこう積み上げて、そこから主要事実が認定できるかどうかってことを見ていくんだけど、まあ、多分これね、ちょっと拒んだだけではね、これが非常に推認力が弱いと思いますから、時間がないときにだからこれ書いちゃいけないんだよ。もっと推認力の強い事実がいっぱいあるから、そっちの方を書かなければいけません。推認力の強い事実書かないでさ、この弱い事実だけ書いたらあんまりいい点数もらえないからね、絶対やっぱり落としちゃいけない事実があるから、その推認力ですね。
その要件を、ね、認定、要はその本当に大雑把に言うとさ、皆さんは論文試験で、まあ、規範定律、要は要件を定律して当てはめしますけど、その要件の当てはめに役に立ちそうな事実に優先順位をつけるんですよ。全部こう書こうとすると時間が足んなくなっちゃうからね。論文試験っていうのは非常に、まあ、予備試験でも司法試験でも非常に問題が長いので、思いついたを全部書こうとしたらそれで時間が足んなくなりますから、まあ、そんな中でその自分が立てた要件の当てはめに使えるそのね事実の優先順位をつけるんですよね、その強弱をね。で特に大事なものから書いていく、で時間がなければその優先順位さ低いものは書かないっていうね、そういう選択が必要になってきます。まあ、そういう面で書くとちょっとここのところはあれかな、手書きで答案するんだったら今のその拒んでるってところはちょっとはしょっちゃうかな。他にもっとこう覚醒剤に関連するような証拠が入ってそうな事情が本件ではいろいろありますのでね、おそらくそれ書くと絶対書けなくなっちゃうから、まあ、そういう感じではしょっちゃうかなと思いますね。あと今度捜査丸2の現行犯逮捕に伴う捜索の適法性ですけども、まあ、なぜね逮捕する場合において令状なくして捜索を行うことができるのかという制度の趣旨に立ち返りね、まあほら憲法で大事でしょ、令状主義って。だけど無令状での捜索ってその大原則の令状主義の大例外ですからね、まあ、そこのところちゃんと趣旨踏まえて、まあ、どんな要件満たせばそれが令状主義の例外としてできるのかってことを、まあ、ちゃんとね、まあ、書いていく、まあ、必要が出てきますね。まあ、趣旨に立ち返り、逮捕の現場でっていうね、まあ、要件がありますけどの解釈を明確にした上でね、各自の見解とは異なる立場を意識して、ここは緊急処分説とね、あと判例実務の立場と言われている合理説とかね、まあ、その他いろんな名前の相当説とかっていうか言われ方しますけど、まあ、そこが結構大きく対立してるんですよ、学説と判例がね。ですから、まあ、そこは一応その異なる立場があるんだということを意識して、事例中に現れた具体的事実を的確に抽出、これはちゃんと自分が定立したその規範にねちゃんと当てはめに使える事実を抽出しろってことだけど、まあ、分析しながら論ずべきだってことになってますね。でこれあれかな、どっちかっていうと緊急処分説じゃなくて判例実務の立場の方から書かれてるのかな。無令状捜索差し押さえの、その根拠ね、学説の方は結構皆さんですね、そういうとにかく、まあ、逮捕の、まあ、現場っていうそういう緊急事態であるからこそ、まあ、その無令状での捜索差し押さえが、まあ、許されてるんだという形で、まあ、考える見解があるんですよ。でそうするとやっぱりこの無令状で、ね、捜索できる範囲ってすごく、まあ、限定的になっちゃって、まあ、基本的には、まあ、証拠破壊の恐れとかそういうね、ところを防止するために、まあ、無令状での差し押さえが例外的に許されてるんだから、まあ、結局その被疑者が、まあ、手の届く範囲とかぐらいになっちゃうんだと思いますよ。だって身柄押さえられてる、逮捕されてること前提だから、逮捕されてる被疑者がなんかどっか隣の部屋行ってもうね証拠物破壊するとかってことはありえないから、まあ、そういうね、その証拠破壊の防止とか逃走の防止とかっていうそういう緊急の必要性があるからこそ無令状での捜索が許されてるんだっていうその、ね、緊急処分説に立つと、まあ、非常に無令状で捜索が許される範囲っていうのは非常に狭くなってくると思いますね。で今回社長室で現行犯逮捕してお隣の更衣室まで連れてってね、それでオスの6回やっちゃってるから緊急処分説からしたらもうアウト、違法です、完全にね、完全にその限界超えちゃってますよね。それに対して、もう一つ の判例実務って合理性説とかの相当説って言われてますけど、要はね逮捕の現場には被疑事実に関連する証拠物が存在する蓋然性があって、改めて令状の発砲を受ける必要がないからこそね、その要は誤認して捜索されることが恐れがないから、もう被疑事実に関連する証拠物が存在する蓋然性があるからこそ無令状での捜索差し押さえが許されるんだっていうそういう見解、それが、まあ、一般的には判例の立場って言われてますけど、その見解に立つとですね、その逮捕の現場っていう要件がちょっと広がりまして、緊急処分説を比べて広がりまして、結局その逮捕された場所と同一管理権が及ぶ範囲が全部その適法要件の一つである逮捕の現場になっちゃうんですよ。そうすると今回は社長室で、まあ、逮捕されているんですけども、その社長室と同一管理権が及ぶ場所であれば、逮捕の、現場だっていうことになっていくんだよね、まあ、そういう目で、まあ、見てもらいたいんです。でそれを前提にちょっと見ていこう。この今の最後の段落の4行目の途中です。例えば更衣室は同じ T 株式会社事務所にあるだけでなく社長室の隣であることで、同じ同社の管理権が及んでいるということね、まあ、実際ね社長室で、まあ、逮捕されてお隣の更衣室行ってそれで捜索しようとしてますけどね、まあ、でもね、その同じ社長の管理権を及んでるでしょうということね。で逮捕された被疑者はオツであり、ロッカーもオツ以外の他人が使用するものでなかったということを検討し、これは逆にそのね、このオツの管理権を別途ね、保護しなければいけないとか、まあ、いろんな読み方ができると思うんだけど、こういうところ触れてますね、まあ、そういうところから逮捕の現場と言えるかどうかを、まあ、論ずる必要があるってことね。あとほらこれも忘れちゃいけないのね、被疑事実に関連する証拠物が存在する蓋然性というのはこれは令状による捜索でも、無令状の捜索でも常に要求されますから、ここのところは気をつけていてください。だから結局令状による例えば令状による捜索の適用性にちょっと戻りますけど、結構ね
まず同一管理権が及んでいるというところプラスもう一つ縛りがかかって非技術が存在する蓋然性がある、ね、可能性がある場所存在する蓋然性がある場所ということでこの2つが重なり合いあるところしかまず令状で捜索できないと。で無令状で行くときもその例えば合理性説判例実務の立場に立つのであれば逮捕の現場と同一管理権が及ぶ場所でかつそこに非技術に関連する証拠物が存在する蓋然性がある場所それ重なり合っているところでしかできないんですよ。で後でねちょっと今日時間ないから紹介できるか分からないんだけど採点時間の方に悪い答案の例としてなんか非技術に関連する証拠物が存在する蓋然性さえあれば T 社の管理権を超えてなんか捜索できるかのようななんか誤解をしている答案が結構多かったってすっごい書かれてたから悪い例でねでそういうことやらないでね非常に狭いんですこの許される範囲っていうのはねここのところねちょっと見てみる採点時間のところあこれ本当に採点時間役に立ちますからね今日は時間がないんで全部ご紹介できませんけどこういうことやっちゃいけないっていうのは特に反面教師にしてほしいんですよ。でこれ私ちょっと加工してますけど線引いてね点線ついてるところを判明教師にしてほしいとかなの要は悪い例として挙げられてるところだからこういうことやるともう合格答案になりにくいからね気をつけてくださいと。で実践で引いてあるところは、こういうふうにやると評価されますよっていうところねそこはちょっとこう線、分けて、やってますけども、この点に関してはね悪い例としては誤った20ページちょっと見てもらえます。20ページのですね、この下の方のブロック捜査丸2のうち令状に基づく捜索ってちょっと太字になってるねところで始まってるところありますよね一番下の方のブロックなんですけど、20ページです。捜査丸2のうち令状に基づく捜索も同様に乙巳のロッカーであることと T 株式会社の管理権との関係それから乙巳のロッカーであることと非事実と関連する乙の携帯電話や手帳等が存在する外線との関係に分けて論ずる必要があると。で、非事実と、対象物との関連性について全く言及しない答案が数多く見受けられたとかねこれ多分適法要件分かってなかったんだろうね、捜索の適法要件でさっき言った通りちゃんと頭入れとかないといけませんけど、それとねまた4行目の途中ですけどまた、T 株式会社の管理権の問題を論ずるにあたっても、会社事務所という場所に対する令状の効力がその場所内に設置されている乙巳のロッカー内に及ぶかという捉え方をせずこれ悪いで転生のところこれから先被疑者公に対する令状の効力が乙巳に及ぶかという誤った捉え方これさっきの適法要件、ちゃんと分かってる人はこんな考え方しないはずだからねこういう思考にはなんないからさっきの適法要件分かった人はねだからこれ何の理屈もないなんか謎の書き方ですこういうことやらないように、捉え方した答案が相当見受けられ、捜査丸一と同様あとこれね捜査丸一とこれ本当にやっちゃいけないよこれ今後やるとやばいですよ、この捜査丸一と同様に証拠物が存在する蓋然性さえあれば T 株式会社の管理権の範囲を超えて捜索できると考えているような答案も目立ったこれ非常に悪いで一度採点時間でこんだけ指摘されちゃったから今後合格するような人は絶対こんなミスしないからねここのところ本当気をつけてくださいね。だから捜索の適用要件ちゃんと頭に入れてね変なこと書かないようにしてください。じゃあそういった目で問題文さこんだけね要件構造今日何回ももうくどいぐらい説明してるからさすが頭入ったでしょ。例えばその令状に基づく捜索の適応性ですけど事案離れて一般的な話を言えば、その令状にねまず書かれてる捜索すべき場所そこに着目するんですよ。そしてその捜索すべき場所と同一管理権ね捜索どこまでできるかって言ったらその同一管理権が及ぶ場所そこまで捜索できます。あともう一つその捜索した場所が秘密に関連する証拠物が存在する蓋然性ねそれがあることが必要になってきますよね。これが絶対必要な要件で本件は外から荷物が執行中に運び込まれたものに対してその場所に対する令状が及ぶかちょっと別の論点が加わってますけど、そこのところでその、ところを踏まえてちょっと問題文を読んでいきましょう。で要件が頭入っている人はその必要なね当てはめに使う事実を同時に拾っていけるはずなんですよ。逆に言うと問題文を読んだ時に必要な事実が分かりませんって人は要件がちゃんと理解できてないからねそれができないんだと思うんでそれができない人この問題文見てなんかもうすぐ右から左に流れちゃいますと、ね、事実が頭に残んないでなんか流れちゃいますっていう人はぜひその適法要件をね本当によく記憶してね理解しないとダメね丸暗記してもしょうがないから理解して、記憶をするようにしてください。じゃあそんな目で見ていきましょうよ。まずね、おつ宛ての荷物にちょっと集中してください。縦1、13ページのね問題文最初から読んでいきましょう。平成23年10月3日覚醒剤取締法違反の検挙歴を有する者が H 警察署 I 警察署に訪れ、司法警察員 K に対し、とにかくねこの事務所に覚醒剤がある可能性があるということをどんどん高めていくんですよ。 K に対し昨日、同月2日ねこれが営利目的所持 の非事実の日付になりますけど同月2日 H 県愛知市、J 町にある人材派遣会社の T 株式会社の社長室で大取り口から覚醒剤用の白色粉末を示されシャブをやらないかシャブって
覚醒剤のことを示す隠語ね、こういう取引してる人たちが覚醒剤ではっきり言わないよくシャブって言うんだけどね、まあ、シャブをやらないか安くするよなどと覚醒剤の行為を勧められたと。で自分は断ったけれど甲はねこの、T 社の代取りの甲は裏で手広く覚醒剤の密売を行っているという噂があるんだと。こういう事実もだから読み流しちゃダメなんだよ。T 社にその被疑事実に関連する証拠物が存在する蓋然性があるかどうかということを判断するために使うんだからね。こういうところもね、まあ、使えればだけどね、もちろん答案全部書けないから まあ、あえて書けないってこともありますけど、まあ、こういうの使うとも使えるんですよ、こういうところもね。で自分は断ったけれども甲は裏で手広く覚醒剤の密売を行っているという噂があるという情報を提供したと。そこで司法警察院 K は部下に T 社についての内偵捜査を命じたとしたら、同社は H 県愛知 J 町なんとか町目なんとか番地に平屋建ての事務所建物を設けて人材派遣業を営んでおり、代取の甲以外に数名の従業員が同事務所で働いていることが判明。また司法警察院 K の部下が同事務所を見張っていたところ、かつて覚醒剤取締法違反で検挙したことのあるもの数名がね事務所に出入りしているのが確認できたんだってことになってますね。ここもほらなんか T 社にもうどんどん覚醒剤ありそう、営利目的のなんかね覚醒剤日常的にありそうな感じになってくるじゃないですか、こういうところで。ちょっと自然らしいにもこれ触れられてたでしょ、このところね。でその後、司法警察院 K は部下に同事務所に出入りしている人物1名を、でもここポイントあれだよね、この難しいところさ、甲の管理権だけが及んでいる場所の捜索の適用性聞いてるわけじゃないから、特にほらオツの管理権が及んでいるね、そのオツの、荷物の捜索をその、ね、今回聞かれてますから、この T 社の管理権とオツの管理権をどっかでつなげる事実が絶対必要になってくるんですよ。だからそこを皆さん見極めないとね、今のところまだ甲、その代取りの甲の管理権しか及んでいることしか分かんないから、どっかで必ずそのオツの管理権がオツ宛ての荷物にね、おつ宛ての荷物が T 社の管理権に入ってくるんだってことを伺わせる事情がね入ってきます。本来はおつ宛ての荷物であればおつにしか管理権ないはずなんだけど、今回の事案からすると T 社の管理権を及んでるというふうに、ねなってくるような事情が絶対出てくるはずなんですよ。でも今のところまだねその荷物とのつながりが出てきませんね。そんな感じで、縦1のですね、下から遡りまして 1,2,3,4,5 行目ぐらいかな、これが令状の内容、下から6行目ぐらいのところ見てください、令状の内容が書いてあります。 H 地方裁判所裁判官に被疑者はこう、犯罪事実の要旨を被疑者は営利の目的でみだりに、はい、この2日付ね、23年10月2日付の営利目的所持ですけど、2日付23年10月2日、愛知県愛知 J 町丸町目三角番地所在の T 株式会社において、覚醒剤若干量を所持したということでね、捜索差し押さえ許可状の発布請求しました。で、これでね、令状出たんですよ。まあ、大体この請求の内容と同じような令状が出てます。で、この後、縦2のところですね。いよいよね、オツの荷物が出てきますから、それをね、なんとかうまく事実を拾って、T 社の管理権が及んでるってことを皆さんが頑張ってください。で、いろんな事実書いてあるから、全部書けないから、特にその追認力が強そうな事実は何なのかと見極めて、まあ、2つぐらい取り上げて書くといいんじゃないかな。これ全部書くと大変だからね。で、そこで縦に、司法警察院警らは同月5日午後3時頃、被疑事実はさ2日付の営利目的所持なんだけど、まあ、捜索始めたの5日なんですよ。ね、有効期間内であれば、まあ、いつでもいいわけで、まあ、5日、午後3時、T 株式会社事務所に赴き対応に出た従業員の W に対し、警察だ社長のところに案内してくれと告げ事務所に入ってね、で W の案内で社長室に入ったところ、そこにはなんと今回のねキーポインター、このコーとオツが2人揃っていたんですよ。この社長室ね、コーと従業員のオツの2名がいました。で司法警察院 K らは、コーに前期許可状をね提示してね、捜索差し押さえ許可状を出して、捜索に着手。で社長室内において、まあ、電子ばかりとかね、チャック付きの小型ビニール袋100枚とかね、こういうのを小分けして、まあ、覚醒剤売るときに使 う典型的なものですけどね、それから注射器50本のほか、コーの携帯電話を発見して、まあ、差し押さえたと、まあ、これは被疑事実に、ね、関連する物だということで普通に適法に差し押さえてるんだと思います。でこの後捜索が継続中の午後3時16分、 T 株式会社事務所に宅配物が2個届きまして、でその、ね、従業員の W が受領しました。で宅配物は1個が甲宛て、代取りの甲宛てで、もう1個はオツ宛てでしたが、で今回後でね、このオツ宛ての荷物をこの令状で捜索しちゃってるんで、そっちの方の適法性が聞かれてます。ちなみに甲宛ての荷物の適法性聞かれたら多分そんなに難しくないんですよ。というのは代取り甲ですから、まあ、T 社の代表者の、まあ、甲であれば甲宛ての荷物当然管理してるはずだから、まあ、管理権の要件すぐ満たすでしょ。あとは被疑事実に関連する証拠物が存在する蓋然性だけど、それとほら縦維持の事実のところから結構もう伺えちゃうじゃない。これ甲はなんか継続的に多分シャブのやり取りしてるんだろうなってことで、やり取りしやすいと思いますから、わり、まあ、かし認められやすいと思いますね、ここのところはね。ただまあ日付がちょっと違うからね、被疑事実は実際2日付だけど、これ入ってきてるの5日付になりますから、まあ、ちょっとこう一つ理屈を
をこねてね、営利目的所持で継続的に覚醒剤のやり取りしてるんであれば、まあ、5日に所持してりゃ2日にも所持してたってことで推認できるってことで、まあ、そういうふうに使う限りね、引き継ぎに関連する物があるんだって形でやれると思うんだけど、今回は残念ながら高宛のね、荷物の捜索の適用さえ聞かれてませんから、この先進めていくことにしましょう。はい、問題難しくしたんだね、これね、わざわざね、もうこれだけでも十分なのにね、他の論点との関係でね。でそこ見ていくと、もう一個おつ当てでありましたが、いずれも差出人は U 株式会社、内容物については書籍、これのところからさ、中にとにかく、まあ、管理権の話も一緒に見ていかなきゃいけないんだけど、中にとにかく今回の引き継ぎに関連する覚醒剤が入っている可能性があるかどうかというのを見てくださいよ、ね、こういうふうに書かれてる、U 株式会社、内容物については書籍と記載されてたと。で伝票の筆跡は酷似して、外箱も同じで、 W はこれを社長室に届け、高宛の荷物を甲に、おつ当ての荷物はおつに渡しました。で甲は手に持った荷物に重複されていた伝票を見た後、おつの顔を見て、受け取ったものは仕方ない、受け取ってしまったものは仕方ないような、今さら返せないようななどと言い、この荷物を自分の足元に置きましたね。これは捜索の適法要件が頭に入ってる人だったら、これすごい大事な事実ってわかると思うよ。あとこの次、これに対しおつも甲の顔を見ながら、そうですね、仕方ないですねなどと言い、同じく受け取った荷物を自分の足元に置いたと。特にオツの荷物の適応性聞かれてるか、こっちすごい大事だね。オツの荷物を、まあ、納得して、まあ、受け取ったもの仕方ないなってことでね、まあ、その置いてるってことね。これ管理権の認定のところにすごく大事な事実になってきますから、これね、例えば事例が変わって、まあ、めったにこんなことないと思うんだけど、ある人が別の人をはめるためにね、本当はその覚醒剤のことなんかやってないのに、その人をはめるためになんか覚醒剤を送るとか拳銃を送るとかってやった時にさ、まあ、でなんかたまたまその人が別の犯罪やってて捜索されてる時に荷物が来ちゃった時にさ、荷物が来たってだけでお前それ管理してんだろうってさ、それで所持してるってことを認められたらたまったもんじゃないですか。だからやっぱ外から来たものに関してはやっぱその自分がきちんと受け取って、まあ、納得して管理権のもとに置いたというところはね、その捜索すべき場所と同一の管理権に置いたっていうところはすごく大事になってきます。だからこれはどの要件との関係かって言ったら、その管理権との関係ね、そこの要件のところで使うってことになってきますね、このところはね。でこの後ね、今の段落の最後の方ですけど、まあ、なんか警察から何入ってんだとかって聞かれて、まあ、なんか無言だったらしいんですよ。だこれも要はこっちは蓋然性の話になると思うんだけど、まあね、人に見せちゃ まず人に見せてもいいもんだったら、まあ、普通は警察になんか中身聞かれたら答えるだろうけど、それやってないってことは中に見られちゃまずいものが入ってんじゃないかというふうにね、まあ、推認することができると思うんですけども、まあ、そこをね使うと思えば使えると。たださっき言った通り、ほら推認力弱いから、ね、皆さんも例えばさ、所持品検査を受けてなんか、まあ、中見せたくないって時に見せたくないって言うでしょ。でその時別に中に警察に捕まるようなものが入ってるとは限らないじゃないですか。別に警察に捕まらないようなものでも入ってても見せたくないものってあるかもしれないけど、まあ、そういう時にね、無言だからつって、じゃあお前覚醒剤持ってたんだろうってわけにいかないから、まあ、推認力が弱いと思います。だから時間がなければ書かないね、ここのところはね。一応素手の資料にはこの事実も触れられてたけどね、これ無言だったっていうところね、触れられてますけど、多分時間ないと思う。他にもっと大事な事実もありますから。そして次の段落、司法警察員 K は差し押さえた甲の携帯電話の確認作業を行ったところ、この辺からね、兵の荷物とつなげてほしいんですよ。甲の管理権が、ね、T 社の管理権、要は T 社の代取りである甲の管理権が、そのおつ当ての荷物にも及んでるんだってことをね、特に大事な事実、このから書いてあるから、よくね、見てください。司法警察員 K は、ね、この段落、差し押さえた甲の携帯電話の確認作業を行ったところ、まずね、これは大元の人だと思うの、この兵って人。兵なる人物から送信された、こういうメールが出てきました、甲の携帯から。物を起こる。いつものように裁け。10月5日午後3時過ぎに届くはずだ。本当に届いてるんですよ。さこの5日の3時ちょい過ぎぐらいね。で、2つに分けて送る。お前宛てのはお前一人で裁く分ね。それこうで一人で裁く分。おつ宛てのはほらこう出た。お前とおつの二人で裁く分だってことで、おつ宛てのね、ものの中にこうのものも入ってるんですよね。ここのところね。ここで管理権つなげられると思いますよ。おつ宛ての荷物にこうの管理権を呼んでるんだってことを言えると思いますよ。だって大元のボスが甲に対してお前と2人で裁く分だってことで、おつ宛ての荷物って形で送ってるわけだから、当然甲の管理が及んでるじゃないですか。ここのところね、おつ宛ての荷物の中には甲とおつで裁く分が入ってるわけですから、当然、まあ、ある意味共同管理に属してるか、まあ、あるいはね、その、まあ、甲だけで管理してるのかもしれないですけど、いずれにしろその代取り捜索すべき場所で記載された T 株式会社の代表取締役甲の管理権が及んでるというふうに、まあ、言えるんじゃないかと思うのね。だからこれ絶対落としちゃいけない事実で、ここのところはね、ここのところは絶対落としちゃいけない事実。さっきの無言がどうのこうのというよりもすごく大事な事実だと思いますよ。今度もね、無言だから中に覚醒剤入ってるとは分かんないから、限らないから。
というわけでもう一回この段落、司法警察院警は差し押さえた河野携帯電話確認作業を行ったところ、兵なる人物から送信されたブツを送る、いつものように裁け、10月5日午後3時過ぎに届くはずだ、2つに分けて送る、お前宛てのはお前一人で裁く分、オツ宛てのはお前とオツの2人で裁く分だと、10日間で裁ききれなかったらとりあえず送り返せ、オツにも伝えておけ、これ全部兵が大元の兵が河に指示してるからね。で多分どっちかとこう河の方がオツよりも上の立場にある可能性あるね、このとこね。だから多分オツ宛ての荷物も管理してるんじゃないかとも推認できます、と記載されたメールを発見した。さらに司法警察院 K は高からオツに送信した兵さんから連絡があった、10月5日午後3時過ぎに新しいのが届く、2人で裁く分も来る、その日午後3時前社長室に来い、物が届いたら2人で分けるということで、高がね、オツにこう指示をしてるわけね、と記載されたメールを発見するとともに、オツから送信された、分かりました、その頃社長室に行きます、と記載されたメールを発見したということね。でその後ね下に書いたんだけど、まあ、その送り先の T 株式会社っていうのがなんか存在しなかったところもありますね、まあ、ここのところもさっき言った通りさ推認力が弱いけど、まあ、なんかまずいものじゃなくて適合に流通させられるものだったらね、 あえてその架空の送り先書く必要ないから、それやってるってことはなんか中に入ってまずいもの入ってんじゃないかね、まあ、それが推認できるんだけど、これも推認力弱いからね、それやったからって中に覚醒剤入ってるとは限らないから、時間がなかったら書かないですね、ここのところはね、やっぱね。というわけでこの辺のところですね。でここでさ適法要件の2つ結構大事なね、事実ありましたよね。まず管理権という面ではどうも、今の事実関係からすると、今の証拠関係から客観的な証拠関係からするとね、どうも、おつ宛ての荷物には河野管理権が及んでいそうだと。しかもそのほら長い結局物が入ってるわけじゃないですか覚醒剤の嫌疑が営利目的所持の嫌疑がかかってるね、その物が入ってるってことは中に覚醒剤入ってる可能性あるってことになるから、その捜索すべき場所であるおつの荷物の中に秘技図に関連する証拠物が存在する、まあ、蓋然性が、まあ、あるんだってことを推認する事情にも使えますから、まあ、結構だからここのところはその適法要件2つ大事なところかぶってるんですよね。あとさっき言った通りほら有効期間内にこう入ってきたものに対してその場所に対する令状が及ぶかっていうのはあれはもう法律論の話でやっていけばいいから、裁判官が要はいつの時点基準にその正当な理由があるとして令状発布してるのかって言ったら、それは令状記載の有効期間内にその場所に非事実に関連する証拠物が存在する蓋然性がある と判断したからこそ、憲法35条1項の、ね、正当な理由があるもとしてそんな内容の令状を出してるわけですから、まあ、そういう観点からしたら別にまあ有効期間内 であれば、まあ、その令状の効力、場所に対する令状の効力が及ぶんだっていうふうに法律論の話でやってもらえればいいと思うのね。であとは管理権や非事実に関連する証拠物が存在する蓋然性があるかというのは結構いろんな事実見ていかないといけないから、まあ、それを後からこう書くという感じです。こうしっかり、ね、大事な事実中心に書いていくという形でやると答案がまとまると思いますね。まあ、取材の主なんかね、たくさんもっとなんかいろんな事実書いてあったけど、あれ全部書いたら絶対時間内に書けないからね。だからちゃんと推認力の強さをその当てはめに使える大事な事実に優先順位をつけて、その大事なものから書いていくというようにするように、ね、してください、まあ、特に今の、ね、メールのやり取りのところすごい大事だよね。客観的な証拠だし ね、 これね、まあ、確定した事実になっちゃいますから、この、ね、証拠からこう証明できる事実が結構確定してますからね。というわけで、はい、そんな中で、ね、この次のところ、2段落目、このような経緯から司法警察院刑はこれら宅配物2個には、ね、いずれも覚醒剤が入っていると判断、コーツに対しそれぞれの荷物の開封を求めた。しかしコーツはいずれも勘弁してくださいと言い、その要請を拒否、その後も司法警察に刑は同様の説得を繰り返してコーツは応じなかった。そこで、まあ、さっきの令状でね、オツ宛ての荷物を開封しちゃいましょうということね。でこれ後で私の回答例確認するけど、大雑把に言えば適用要件全部満たしてそうでしょ。まず執行中に入ってきたってことに関しては、まあほらもう法律論で片付いちゃってるから、そこは別に今回違法になる理由にならないんですよ。この捜索がね、違法になる理由になりません。それから、その管理権、その捜索すべき場所と同一の管理権に入っているってことに関しては、さっきの、まあ、メールの内容を着目していくしてくれれば、その T 社を握っている、ね、大取りの甲がどうもオツの荷物管理しているような感じで読めますので、まあ、そこのところがいけるんだと思います。と同時に、まあ、その外から入ってきた荷物だけど本人たち、まあ、納得してその T 社の床にまあ置いてますからね、まあ、そういった意味でもその T 社の管理権に入っているんじゃないかということが言えるんだと思いますね。それから、もう一つの最後のまあ要件ですけども、非技術に関連する証拠物が存在する蓋然性に関しては、まあ、なんか物が入っているらしいと、まあ、そのやり取りと、その他の事情からするとね、まあ、注射器とかその他覚醒剤出てきてますけど、あ、注射器とかがその前に出てきてるけど、まあ、その辺の事情からしたら、まあ、多分覚醒剤入ってんだろうなって形で、非技術に関連する証拠物が存在する蓋然性もね、あるんじゃないかという形でいけるんじゃないかと思います。本当に大雑把に言うとね。で私の答案もそんな感じの流れでまあ書いてありますから、あとでまあ確認しますね。で先にね、答案をちょっとねまとめてみたいのね。ここでちょっと答案見ちゃうと長くなっちゃうから、この後問題文の続きを、あ、すいませんね、今ちょっと余計なこと言っちゃうけど、問題文の続き見て一緒に、捜査丸2のところの当てはめも確認しちゃいます。で最後に答案を、まとめてね見ていこうと思います。じゃあ今のね捜査丸1の線引いてあるところのすぐ下のところになりますね、まあ、捜査丸1して、でその結果、
このそこでっていうところの2行目ですけどね、そこでっていう段落の2行目、荷物の中から大量の白色粉末が発見され、ついで、K はね、高宛の荷物を開封したら、そこからもうやっぱり白色粉末が出てきたと。で K は、まあ、それが覚醒剤だと判断してね、コーツにこれは覚醒剤だな、売るためのものだな、覚醒剤かどうか調べさせてもらうぞと言ったと。これに対しコーはバレても知らったものは仕方ないな、調べるなり何なり好きにしてといいね、オツも仕方ない、俺宛のものも調べていいなどと言ってね、そこで K は部下に命じて各荷物に入った白色粉末が、試薬で調べたらやっぱ覚醒剤だったんですよ。というわけでその、覚醒剤差し押さえると同時に、そのこれ5日令状の秘技事実はあの2日付の営利目的所持なんだけど、これ5日なんですよね。なのでとりあえずこの2人に関しては5日付の覚醒剤所持で現行犯逮捕してます。ここのところね、5日付の覚醒剤所持で現行犯逮捕してます。この日付の違いはさ、特に後であの無令状捜索の、あの適応性考える時の要件の一つに、あの秘技事実に関連する証拠物が存在する場所じゃないとね、蓋然性がある場所じゃないと、まあ、捜索できないんだけど、この5日付 の秘技事実、5日付の所持の秘技事実の関係で今度あの現行犯逮捕の、ね、方のやつはまあ見ていきますね。令状の方は常にあの2日付で固定なんですけども、現体の方は5日付の秘技事実になってきます。でそんな感じで、ね、縦さんのとこですけども、司法警察員 K は甲及びオツによる覚醒剤密売の全容を明らかにするためにオツの携帯電話手帳等を押収する必要があると考え、オツに対しね、でこの後まあ何だかんだ言ってオツのロッカー捜索することになるんだけどね、まあ、オツに対しこれらの、所在場所を確認したもののオツは無言。そこで司法警察員 K は甲にも確認したけど、甲はさあどこにあるか知らない。ここはね、あのこの後、オツ宛てのにも、オツのロッカーに T 社の管理権が及んでるかとか、あの令状に基づく捜索の適応性、考えるときにさ、まあ、捜索すべき場所として T 社って書いてあるからね、まあ、その T 社の管理権がこのオツのロッカーに及んでなければ、そのオツのロッカーこの令状で捜索できないんですけど、そういう目で見てください。というわけで縦さんのね3行目の途中ですけど、そこで司法、警察員 K は甲にも確認したけど、甲はさあどこにあるか知らない、トレーの更衣室のロッカーにもあるんじゃないの、でも更衣室もロッカーもほら書いてあるんだよね、社長の俺が管理してることだから管理権どうもあるみたいなんですよ。だけど別途ね、その後オツの言い分からすると、なんかオツのプライバシー別途保護しなきゃいけないんじゃないかってことがちょっと問題なの、本件ではね。まあ管理してるけど中の荷物はオツのものだからオツに聞いてくれなと言いました。これを受け司法警察員 K がオツに対しロッカーの中を見せるよう求めたところ、ほらちゃんとオツやっぱ異議を言ってるよね、オツは俺のものを勝手に荒らされたくないんだということを言ってますね。というわけでここはね、あのまず一つ管理権が及んでるから一見その場所に対する令状で適法に捜索できそうなんですけど、ただそれを前提にしてもね、その管理権を及んでるってことを前提にしても別途、オツのプライバシーを保護しなければいけないんじゃないかということが一つ問題の素材になっています。でそこを、まあ、じゃあ実際どうなのかということを考えたときに、裁判官、その令状を出した裁判官の立場に立って考えたときに、その会社ね、今回 T 株式会社という会社が、まあ、捜索すべき場所になってますけど、会社を捜索すべき場所として令状を出した裁判官というのはそこに当然、まあ、日頃から毎日いる、ね、従業員がいて、従業員のロッカーとか机とかそういったものがあることを前提に、まあ、令状を出しているわけなんですよね。でそういう時に、まあ、実際じゃあ、あの会社に対する令状を出してさ、捜索始まってからなんか一人一人 そのロッカー特定して、ロッカーや机特定してそれに対する令状を一時取ってなんてやってられるわけないじゃないですか。だから、まあ、そこはおそらく裁判官は、まあ、会社が捜索すべき場所である以上、そこにある従業員の、ね、机やロッカー、要は会社の管理権が及んでるっていうことは前提になりますけど、会社の管理権が及んでいるロッカーや、机等に対しては、まあ、同時にプライバシーを解除している、要は令状発布の正当な理由があるものとしてね、同時にプライバシー解除しているというふうに考えていれば別に令状いらないからこの令状でいけるよと、その T 社の管理権がね、オツのロッカーにさえ及んでるってことさえ皆さんが認定できれば、その令状に基づく捜索ができるってことになってくるんだよね。であともう一つは秘技事実に関連する証拠物が存在する蓋然性があるかだけど、令状に関して令状に基づく捜索は本件秘技事実があの2日付の営利目的所持になってますから、ちゃんとね2日付のまあ秘技事実との関係で証拠物あるのかどうかってことをまあ見てください。だそこもあの結局推認していくような感じになると思うんですけどね、まあ、おそらくオツのロッカーには2日、まあ、それ以前の取引のことも多分書いてある可能性ありますけども、まあ、2日付のことも当然ね、オツのメモや携帯電話に書いてあるんだろうという形でまあ見ていきます。でも結局ねこの後事故的な事情になっちゃうんですけど、あのオツのロッカーの中に秘技術に関連する物なかったんですよ。だけどこれは別に刑訴法に限らず全ての法律科目にあの言えることなんですけど、事故的な事情って行為時 の適法違法には影響ありませんから、そこは気をつけてくださいね。だから後でこれ結局オツのロッカーから証拠物出てないんですけど、それは別に適法性の要件、あの適法違法の結論にはあの左右しませんから、そこは十分気をつけてください。これは今日時間ないからあの取材の人と採点時間触れられませんけど、全部読んでいくとそういうことも書いてあるからね、そこのところ別に結論に差がないんですよということがあの書かれてますから、まあ、それぜひねあの復習の時に読んでもらいたいと思います。
じゃあそんな感じでちょっとさ、まあ、大体事実関係揃ったんで、じゃあ当てはめしていきましょうか。どうですか。じゃあまず令状に基づく捜索の適法性で、今回、まあ、執行中にね、令状の執行中外から入ってきたわけじゃないから、まあ、結局管理権が及んでるかどうかで、まあ、及んでることを前提に別途ね、オツの、まあ、プライバシーいるのかどうか、あの保護するために別の令状ね、オツの、ロッカーを捜索すべき場所とする令状をもう一回裁判官からもらってこなければ、まあ、いけないのかって話なんだけど、そこは皆さんが自分で考えることになります。出題の人採点実感見てる限りは別に結論固定されてませんね。ここは、まあ、どちらにそういうあの問題の所在があるってことは絶対出さなければいけませんけど、結論はどっちでもいいと思いますね。で、一つは例えばやっぱりそのオツのプライバシーというのを重視して別途令状がいるっていうのもありだと思いますね。ただ一方で、まあ、裁判官、要は会社を捜索すべき場所として出した令状を出した裁判官としては、まあ、そこにもともと従業員がいると、日頃からそこで働いている従業員がいるということを想定して、そういった内容の令状を出しているわけだからね、まあ、当初の令状で従業員のプライバシー、ロッカーや机に対するプライバシーは解除されているんだというふうに、まあ、判断するんであれば、あの別途令状はいらないと思いますね。ここも本当はね、ケースバイケースで、例えば従業員のロッカーとか机ってさ、それって会社に備えつけられてるじゃないですか。ですから、まあ、基本裁判官ってそういうものがあること前提に多分あの令状出してると思うんですよ。 T 社を、捜索すべき場所とする令状出してると思うから、そこはね、多分当初の令状で解除されてる可能性があるんだけど、事案が変わって例えばその日に限ってあの従業員がさ、なんか、まあ、リュック背負ってきたとか、普段持ってないようなさ、まあ、ものを持ってきたとかってなると、多分そういったものに対する所持品に対しては捜索許可状の効果は及ばない可能性もあるよねっていうのは、裁判官はそこまで想定してるかどうかが分かんないから。でもこれも結論決められないんですよ。だから本当にその令状出した裁判官の立場に立って、どういうことをあの想定して本件の、ね、事案、要は実際には令状の請求書に証拠がいっぱいくっついててね、いろんな事実が分かるんです、令状出す裁判官って。これは皆さんが司法試験を受かった後に司法修習生になると分かると思いますよ。まずその検察収集では令状の請求書を、ね、作るちょっと補助的な作業をやるし、裁判収集に行ったら希望すればあの令状を発布するところ立ち会ったりとかすることができますけど、まあなんかね、資料を見て、まあ、令状を出すんですよね。でその時の、まあ、事実関係から、まあ、どこまでのプライバシーをこの令状で、この一通の令状で解除できるのかとか考えて出しますから、まあ、そういう事実に即してね、結局意図を読み取ってあげて、どこまでの、プライバシー解除してるのかということを実際読み取っていくことに なっていきますね。だから、まあ、同じ従業員でも、まあ、ロッカーと机みたいに会社にもともと常に備え付けられているものと、たまたまその日なんかも外から持ってきた、ね、荷物とはちょっとやっぱりこう定が違うだろうと、裁判官そこまで想定してない可能性があるから、やっぱりそれは別の令状がいるようになっちゃうかもしれないしね。でそこは結論決まってないんですよ。要は最終的に何かやらかしちゃった時に、まあ、当然被告人弁護人側から争われてきますから、あの違法そうあの押収の手続きにね、証拠の押収の手続きに違法があるんだってことで、違法収集証拠排除法則使われてね、あの証拠能力がないってこと言われてくるから、最終的にはまあ裁判所がそれを判断することになりますけど、まあ、どっちにしろね、ケースバイケースでそういうことも判断してるんですよね、そこのところね。というわけで、ここはだから結論はどっちでもいい。で今日は一応私はちょっと実務的な、ね、まあ、ちょっと形式的な処理しちゃったんだけど、まあ、当初裁判官はね、まあ、会社が捜索すべき場所ってことになってるってことは、まあ、そこに従業員がいることを想定して、まあ、そこのロッカーの、ね、プライバシーも解除してるみたいな感じでやっちゃいました、今日のところはね。あとは、無令状での捜索に関しましては、私はあの合理性説、まあ、判例実務の立場でありますね、緊急処分説ではなくて合理性説を取っておりますので、まずその逮捕の現場である車掌室とオツの、ロッカーがありましたお隣の更衣室、それが同一の管理権を呼んでないといけないんですが、まあ、そこはT 社のね、代取りの江さんが一貫して、まあ、管理してますから、そこはまあ OK だという形でちょっと形式的に、そこは処理させてもらってます、それから、まあ、被疑実に、関連する証拠が存在する蓋然性ですけども、今回その逮捕、が5日付の、ね、営利目的所持が被疑事実になってますから、逮捕に関する捜索に関してはね、ですから、まあ、その5日付の、まあ関連する証拠があるのかどうかということを考えてますね。で当然、まあ、多分ね、あの日頃からその5日の、まあ、所持、まあ、もし仮に大津さんが5日に覚醒剤持ってるんだとしたら、その覚醒剤どっかから調達したかっていう、その入手先とかを、まあ、どっかメモとか携帯電話に入れてる可能性がありますからね。あるいはその5日付に持ってた覚醒剤を、まあ、どうせどっか誰かから売る、誰かに売るんでしょうけど、その誰に売るのかっていう、その取引先が、まあ、メモや携帯電話に残ってる可能性があるでしょうから、まあ、関連性あるという形でね、関連する証拠が存在する、まあ、蓋然性があるんだって形でやっておりますね。大体以上かな必要なことはね。でここでポイントはね、あのやっぱこう取材のしいろんな事実書いてあるけど、惑わされないようにしてください。まあ大事なのはその適法要件をちゃんと頭に入れておかなければまず話にならないから、そこはやってください皆さんね。ちゃんと復習の時に、まあ、令状に基づく捜索の適法性と、まあ、無令状のね捜索の、適法性はちゃんと頭に入れた上で、で特に問題文いろんなそのね当てはめに使える事情があるけど、全部書こうとすると、まあ、実際多分時間も足んないし答案も書けなくなっちゃうから、まあ、特にその要件の当てはめに役に立つ、まあ、重要をちょっと皆さんがつけてもらって、まあ、特に役に立ちそうなものを、まあ、一つ二つ優先して書いていくというようにするといいと思いますね。まあ、そんな感じになってますね。
これちなみにですね、設問これ今1なんですよ。20だいたい係争法って毎年司法試験は設問2つ、まあ、予備試験もねだいたい2つ出ること多いですけど、まあ、ちょっとケースバイケースか、まあ、でも司法試験ってだいたいいつもね設問1で捜査の適応性聞かれて、設問2の方で証拠の能力のことを、まあ、よく聞かれることが、あるんですね。で今回に関して言うとその設問2の方は証拠能力じゃなくて、まあ、その訴因の、ね、話が珍しく聞かれてた年なんです。でそっちはねどっちかとあんまり長く書くことがないんですよ。受験生が事前にそんな深く準備できるところじゃないから、おそらく必然的に設問2のところは結構答案が薄くなると思います。そうするとこの問題でどこでまあ差が出るのかというと、やっぱ今の設問1のところね、そこのところあえて配点書いてないんだよね、係争法ってね。だからまあ、おそらく配点を例えばさ11っていう風に書いちゃうと硬直的になっちゃうから、そういうことしないようにするためにね、まあ、あえて配点書いてないんじゃないかと思うんで、そこのところでまあ操作のところをしっかり書くようにしてほしいなと思いますね。仮に、まあ、勝手な想像だけど仮に設問1と設問2が50点50点とするじゃないですか。でその時、まあ、設問1のところをしっかり書いて、私が今喋ってるのを書けば大体50点満点ぐらいになると思うんですけど、そこで50点取るでしょ。で設問2の素因のところで仮にこんなことはないと思うんだけど、でもいいのか、20点取ってさ合計70点にしたらもう1近い順まで受かるからね。だからそんな感じになってますから、で、まあ、説問1としっかり書いて、まあ、説問2のところは、まあ、そういうところ多分皆さんそんなに知識がないと思うから、まあ、書ける範囲で書いてっていうのもまあありだと思いますね。まあ、いずれにしろ、まあ、答案問題文全体読んでね、自分がどこで勝負するのかっていうのを決めて、まあ、勝負するところをしっかり厚く書くという形でやってもらえるといいと思います。じゃあそんな感じで最後私の回答例確認して終わりにしましょう。このレジュメの最後の方になりますね。23ページって振ってありますかね。はい、23ページで、この見出しね、まあ、レクセン認講師矢島純一回答例 H26 紙、あこれ間違ってる、 H24 ですいません、 H24 司法論文、係争法設問1だね、このところね、すいません、この一番ね見出しのところね。はい、でこの設問1のところですけども、第1、捜査丸1の適法性というところです。縦1、捜査丸1が令状による捜索として適法かを検討する。裁判官はこれおつ宛ての荷物を、ね、令状でやっちゃったやつですね。裁判官は捜索を許可する令状発布の正当な理由、憲法35条1項として令状の有効期間内に、ね、令状記載の捜索する場所と同一管理権に服する場所に非実に関連する物が存在する蓋然性があると判断して令状発布してんだと。このことから令状による捜索が適法と入れるためにはここで要件定立です。捜索した場所と令状記載の捜索する場所とが、ね、同一管理権に服していることや、捜索した場所に非実に関連する差し押さえ対象物が存在する蓋然性が認められることね、これが必要になります。これは常に必要になるから、どんな事例でも令状に基づく捜索の適法性を考えるときに常に必要になる要件です。で本件の特殊性でそれがさらにというところですね。さらに本文では令状による捜索中に外部から捜索する場所に運び込まれた荷物に対して令状の効力が及ぶかが問題となるという形でやっておきますね。でさっき言った通りさ、この最後 この有効期間中に入ってきたものに関しては、まあ、どっちかというと法律論なんで、これ先に片付けちゃうといいと思います。ここのところね、そこで縦に捜索中に運び込まれた荷物に対する令状の効力ね、ここだからさっさと終わらしちゃうわけね。まず令状の執行中に外部から運び込まれた宅配物に令状の効力が及ぶかについて検討する。捜査官は令状の有効期間、係争法2191項、あと規則の300条にね、原則7日で、まあ、例外的にそれを超えることもできると書いたんですけど、まあ、令状の有効期間内であればね、いつでも適法に捜索することができるんだと。これはぜひね、問題文に令状の有効期間があるってこと書いてないんだけど、当然捜索許可状の、ねに基づく捜索の適応性聞かれた時の元は219の1項になりますから、ここは条文引かなきゃいけないんだと思うんだよね、ここのところやっぱりね。で条文引くと、まあ、有効期間書くってこと書いてあるから、まあ、そこで問題文に有効期間書いてないんだけど、そこで触れられると思います。で実際これ令状発布した日に執行してるから絶対有効期間内にやってるんですよ。そこのところはっきり有効期間内っていう言葉書いてないけど、令状発布の日に直ちに執行してるから絶対有効期間内にやってますからね。7日より短い令状ってないから、最低7日なんですよ。で例外的にそれを超えることができるんですけどね。というわけで、であればいつでも適用に捜索することができるところ、たまたま捜索中にその場所に運び込まれた荷物にその令状の効力が及ばないとするのは不均衡、まあ、価値判断ちょっと先出しておきますね。で大事なのはその次の法律論だね。裁判官は令状発布の正当な理由ね、憲法35条1項の正当な理由としてこのような不均衡が生じないことを配慮しつつね、令状の有効期間内に令状記載の捜索すべき場所に非実に関連する証拠物が存在する概念性があると判断して、その期間内におけるその場所でのプライバシー保護を解除しているんだと。以上のことからね、有効期間内に執行に着手された捜索中に捜索すべき場所に配達された荷物についても、まあ、ここねポイントは令状の効力が及びうる、及ぶって結論出しちゃいけません。実際及ぶかどうかはその後管理権の話と蓋然性の話クリアしないといけないから、及びうるぐらいな感じで結論固定しないのね、今度もね、まあ、及びうるんだということですね。及びうる、及びうるまで線引いとこう、ちょっと線が足んないね、及びうるまで線引いとこう、書き方の
工夫だよね。だからある意味受験テクニック的にみたいなもんだけどね、まあ、生みうるんだと。で本文では、オツ宛ての荷物は令状発布の当日で令状の行方を聞かれないように執行着手された捜索中に令状記載の捜索すべき場所である T 社に運び込まれているので、まあ、オツ宛ての荷物にここもやっぱ及びうるね。あの実際及ぶかどうかは管理権と蓋然性の要件クリアしないといけないからあくまでもうるんですよ。及びうるでとどめていくんですよ、法律論の話で。そこで実際ね管理権の話から見ていきましょう。24ページ、縦にオツ宛ての荷物に対する T 社の管理権の有無というところですけども、括弧1、裁判官が令状記載の捜索すべき場所の捜索を正当な理由があるものとして許容したのは、まあ、その趣旨根拠はね、その場所と同一管理権に服する場所に捜索差し押さえ対象物が存在する蓋然性があると判断したからなんだと。したがって捜査丸1が適法といるためには、捜索対象となったオツ宛ての荷物に捜索すべき場所として記載された T 社の管理権が及んでいることが必要になるということね。ちなみにこれちょっとね皆さんに分かりやすく書くためにさっきの、初っ端のところに要件定理しているところありましたけど、あそことちょっとこう理由かぶってるんですよ。だから実際時間がなかったらもうこの従って以下のところだけもう捜索丸維持が適法といるためにやってところから実際やっちゃいますね。最初にこの要件が必要だっていう理由やってるからやっちゃうんだけど、まだ皆さんそんなに慣れてないと思ってちょっと丁寧に書いてますここのところね。でそこで検討するに、まあ、T 社の管理権がねオツの荷物に及んでいるかを検討していきます。そこで検討するに、オツ宛ての荷物にはコートオツの2人で捌く物が、ね、入っていることや、10日間で捌ききれなかったら送り返すよう指示する旨の記載がある兵がコーに宛てたメールがあることから、コーはオツ宛ての荷物の管理を兵から委ねられていると言えるんだと。そしてコー宛ての荷物を受け取ったコーはオツもオツ宛ての荷物が受けたことを認識した上で、オツに対して受け取ってしまったものは仕方がないやな、今更返せないやなと述べ、オツがそうですね、仕方ないですねと言って、オツ宛ての荷物を T 社の床に置いた事実から、オツ宛ての荷物はね、コウが代取を務める T 社の管理権に服したと言えると、したがってね、管理権を呼んでるという形で やってきましたね、こんな感じね。まあ、さっき言った通り、ほら、もっといろんな事実あるんですよ。ここに使える事実ね。だけど、書ききれなくなっちゃうから、まあ、私は今回この2つに絞ってね、やっております。そしてこの縦4。引き継ぎに関連する物が存在する蓋然性、括弧1、裁判官が令状記載の、これもさっきのね縦1のところと重複したんで端折っちゃって、実際にはそこでっていうところから書いてくればいいんだけど、そこでいいかね、捜査丸1が適用というためにお伝えの荷物に引き継ぎに関連する差し押さえ対象物が存在する蓋然性が認められることが必要だということで、まあ、この点検討していきます。で括弧2、本件令状発布にかかる引き事実は2日付のね、行による覚醒剤の営利目的所持なんだと。でそして覚醒剤の営利目的所持は継続的に実行されることが少なくないことから、同月今度、まあ、実際令状ね外から入ってきてるのに5日ですけど、5日に実施された捜索の最中に外部から T 社に運び込まれたお伝えの荷物の中から覚醒剤が発見された場合、ここは皆さん頑張るところよ。どうなんですか、その場合2日付の引き事実の存在推認できますかって話、まあ、その覚醒剤の存在から同月2日付の覚醒剤の営利目的所持の事実を推認できるってね形で、まあ、こんな感じで、まあ、なんかつなげてほしいんですよ。まあ、したがってオツ宛ての荷物に覚醒剤が存在する蓋然性があれば、引き事実に関連する差し押さえ対象物たる覚醒剤が存在する蓋然性があるんだと。で今度覚醒剤がじゃ入ってるかどうかっていうことを検討するんですよ。今度はね覚醒剤入ってる蓋然性があるかって形でね。でそこでかかる蓋然性のも検討するに、兵はオツに対し物を甲宛ての荷物と厚宛ての荷物の2つに分けて送り、その荷物が10月5日午後3時過ぎに届く旨のメールを、ね送信したところ、実際その時刻に、ね伝票の筆跡が酷似している甲宛と厚宛ての荷物が届いているんだと、まあ、この事実をしていきましょう。そして、覚醒剤の譲渡をしている関係者が物という言葉を用いるときは、それが覚醒剤を意味する隠語として用いられている可能性があると。これら事情からすると、まあ兵甲乙は、ね、覚醒剤の営利目的所持の共犯関係にあり、ね、乙宛ての荷物には覚醒剤が入っている可能性が高いと言えるんだと。 ね、ここは問題文にいろんな事実があったね。別に多分そのメールの内容は絶対着目しなきゃいけないと思います。その物のところは着目しないといけないと思うけど、他にもなんかいろんなことが書いてあったから、そこは皆さん自分でね、私がさっきいろいろ喋ってますけど、そういうところをね拾ってもらってもいいですね。あともう一つ、これは時間がなかったら書くのやめちゃうかもしれないけど、またっていうところね、各荷物の伝票に記載された差出人の所在地の地番が実在せず電話番号も未使用であることが判明した事実は、まあ、覚醒剤の発送元を隠蔽するためにしたものとしてね、その疑わせる事情の、まあ、一つ、まあ、推理力弱いですけど、まあ、事情の一つにもなりますよということね。時間がなければ書かないかもしれない。あとさらにこれはもっと時間がなかったら書かないと思うんだけど、覚醒剤の営目的所持を疑われている状況で荷物を受け取った時のやり取りから不審に思われたコートオツは、まあ、警官からね、どういう意味かと聞かれたのに対し無言でいたことは、まあ、オツ宛ての荷物に覚醒剤があることを発覚するのを恐れたことによる行動と見ることはできなくはないってことね。たださっき言った通りさ、まあ、中に入っているものを答えなかったからって言って覚醒剤が入っているとは限らないからね、まあ、非常にまあ推認力弱いですけども、そのね引き継ぎに関連する証拠物が存在しているかどうかということを判断するにあたってのね、ちょっとこう資料としては非常に弱いですけれども、まあ、一応書こうと思えば書けると。ただ時間がなくて
ってさ、上の大事な事実を書いてない、特にメールのやり取りも書かないのにこんなこと書いてたらもうアウトだからね。やっぱそのメールのやり取り絶対書くようにしてください。あっちの方がもう圧倒的にその証拠力が強いんですよ、推理力が強いんですよね。そして次の7、上記事情からお育ての荷物には覚醒剤が存在する蓋然性が認められ、このことから非事実に関連する差し押さえ対象物である覚醒剤が存在する蓋然性があるということね。で、立て込むところで まとめ、まあ、以上ね、適法要件全部満たすから適法ですよという形で終わりにしてますね。これでは実際結構ほら私丁寧に全部の事実、ちょっと多めに事実拾ってますけど、別に書かなくてもいい、推理力の弱い事実もあるから、そこをはしょればもっと短くなりますからね、そこのところね。で、今度ね、第2、捜査丸2の適用法制ですね。これはオツのね、6課の捜索の方です。で、縦1、令状による捜索としての適用です。で、こちらの別に令状執行中に外から入ってきたわけじゃないから適用要件簡単で、要は管理権と蓋然性の2つだけ、見てきゃいいんで、こっちはね法律論としてはそんなに難しくないけどね、当てはめ大変だよね。そこで括弧1、 T 社の管理権で26ページの最初のところですけど、捜査丸2が令状による捜索として適用化を検討する。令状による捜索は令状記載の捜索すべき場所と同一管理権に服する場所についてのも共有されるため、オツが使用するロッカーに捜索すべき場所と記載された T 社の管理権を及ぶ必要があるんだと。で、そこで検討するに、でここはさっきほら説明した通りね、まず T 社の代取り候がそのロッカーを自分で管理していると述べている上、実際そのマスターキーがね社長室の壁にかかってるんだってことで、まずね管理権があるってことは指摘しておくといいと思いますね。それを指摘しているのがここの今の意のところになってきます。でそれを前提に、ほらオツは異議を言ってますから、別途オツのプライバシー保護のために、令状が、いるのかというところが問題になるわけね。オツのロッカーを捜索すべき場所とする令状を別途、取らなければいけないのかというのがウの問題です。もっともオツが使用するロッカーは T 社の管理権に服するとしても、オツと表示されている上にオツが正常して使用されていることからね、オツのロッカーに対するプライバシーを保護するため別途令状がいいのかどうかが問題で、ここはだからもう皆さんのもう良心に任されることですよ。もう自分の考えに、任されることになります。で、私さっき言った通りちょっと形式的にね、こう会社だからいいんじゃない、日頃からいる従業員がいるということを想定して令状出してるわけだから、そこもプライバシーも解除してるよっていう話でやってます。この点について、裁判官は捜索すべき場所が個人の住宅ではなく会社であるときは、令状記載の捜索すべき場所にロッカーや机などの会社の備品が存在し、それを従業員が使用していることを含め令状発布の正当な理由を判断してんだと。そうすると会社を捜索すると場所、令状は従業員が実質使用する会社の備品、これ私なりにプライバシーに配慮してんのね。さっき言った通りさ、たまたまなんかその日に限って持ってきたスポーツバッグとかさ、そういうところにやっぱこの令状でやれるっていうのにやりたくないんですよ。私もちょっと人権感覚が多少でもあるからね。なので会社の備品ってのは私なりに気を使った言葉なんですけども、日頃からあるものね、会社の備品であっても、それに会社の管理権を負うときは会社の備品にかかる従業員のプライバシー保護が開示したものでいいと。したがって会社の備品であるロッカーに会社の管理権を負うときはね、そこを捜索するにあたってに、別にね令状はいりませんよって形でやってますね。というわけで、ここのところはだからクリアです。さっきほら管理権を生んでるって話もやっちゃってるからね、ロッカー のほらマスターキーがあるとか、社長の言動から管理権があるってこと言ってるから、もう管理権を生んでるんです。そこで括弧に、非事実に関連する今度ね証拠物の蓋然性です。オツのロッカーに T 社の管理権を負うとしても、捜査丸2が令状による捜査として適用となるためにはね、オツのロッカーに非事実と関連する差し押さえ対象物が存在する蓋然性が、ないといけません。でこの点につきまして E のところですけども、河野携帯電話にオツ宛てのはお前とオツの2人で裁く分だなどとメールがあり、覚醒剤を河とオツで、共同して営利目的所持していることが疑われ、現にオツ宛ての荷物から覚醒剤が発見されているため、オツが携帯電話や地上を使用しているのであれば、そこに非技術に関連する情報が記載記録されているということが、強く疑われるんだということになってますね。この事実を落とさなければいいかな。その後さ、開けると拒んでるじゃないですか。これもなんか中にまずいものが入ってて、本件でいうと覚醒剤が入ってるんじゃないかって形で、その蓋然性を疑わせる事情にもなるんだけど、さっき言った通りほら、別にさそういうこと言ったからって中に覚醒剤が入ってるとは限らないから、推理力が弱いんですよ。だから時間がなければこの今のその下のところは書かないです、ここのところはね。でいよいよ多分この辺まで来るとね、いよいよ時間が残り少なくなってくるから、設問2のことを考えるとそろそろ時間がなくなってきそうな感じがしますので、このところ書かない可能性は出てきますね。というわけで、でもいずれにしても蓋然性があるんだってことで、括弧3以上より、令状に基づく捜索としては全部適用要件満たすから適用ですよというような趣旨のことを書いておきました。で今度縦に最後、原体に基づく無令状捜索としての適用性ですね。で括弧1、捜査丸には無令状の捜索として適用と言えるかを検討する。これが適用と言えるには捜索が逮捕する場合に逮捕の現場でされなければならず、さらに捜索した場所に非事実に関連する物が存在する蓋然性が必要だと。これは令状による捜索でも無令状の場合でも一緒、この蓋然性というのは絶対必要になりますからね。で括弧にあのところですけども、捜査丸にはオツを減退した際にされたものなので、無令状による捜索差し押さえを強要する逮捕する場合にされたものといえると。これ多分あんまり頑張らなくていいと思うよ。実際これこの逮捕する場合が問題になる事例っていうのは、例えばその
逮捕に着手する前に先に捜索して、で被疑者があの家に戻ってきたところで逮捕、緊急逮捕するみたいなことを実際やった事例があってさ、そういう時はここがメインなんだけど、この事案は別に問題にならないからね、さらっと流しておいてください。でまた、オツの減退の理由となった被疑実は、今度ほら5日付ね、5日に覚醒剤を所持したことを理由とするものであるところ、オツが使用するロッカーにかかる逮捕の理由となった被疑実に関連するで、携帯電話や手帳を保管している可能性がまあ強くね疑われると。さっき言った通り、ほら取引先とかを書いてる可能性がありますから、当然ね5日に所持したものをそこに書かれている取引先に売る可能性がまあありますし、まあ、言い方、あと逆の別の見方をすれば、5日に所持していた覚醒剤をそこに書かれているあの入手先から、ね、まあ、入手している可能性がありますから、まあ、いずれにしろまあ関連性が、被疑者の関連する蓋然性あるんだと思いますね。まあ、そんな感じのことをまあここで書いております。そして最後、28ページ2のところです。逮捕の現場における無令状の捜索差し押さえが強要された根拠は、逮捕の現場と、今度ね、逮捕の現場の要件なんですけど、逮捕の現場と同一管理権に服する場所に被疑者に関連する証拠が存在する蓋然性があるんだと。これは判例の立場と言われている、まあ、合理説の、ね、立場からなってますね。さっき言った通り、緊急処分説を取った方はもう逮捕された被疑者の手の届く範囲ぐらいでしかも実際できないから、社長で逮捕してね、隣の更衣室でこれ捜索しちゃってますから、もうこの時点でこの要件切れてアウトになりますから、まあ、そこのところね、緊急処分説を取ってる方は当然違法になります。それに対して、判例の立場の合理説を取った場合は、まあ、管理権が及んでるかということをちょっと検討する必要が出てきますね。まあ、本も見るに、オツは T 社の管理権が及ぶね、社長室で減退されているところ、これがだな、管理権が及ぶ社長室で、現行犯逮捕されているところ、前述の通りオツが使用するロッカーには T 社の管理権が及ぶと、したがってオツが使用するロッカーはオツが逮捕された場所、同一管理権が及んでいるため逮捕の現場と言えるということでね、これで、まあ、無令状捜索差し押さえが適法だということになってますね。ちなみに緊急処分説を取る方は、もう要は事実の当てはめをほとんどするまでもなく、もう違法という結論が出るんだけど、でもそれは少なくとも最高裁の立場とはちょっと違うものですから、そこはね、最高裁の立場触れてください。まあ最高裁はまあ、ね、この判例はまあこういう、同一管理権を追うところまでいけるって言ってるけど、それはおかしい、もう令状主義の例外なんだからね、無令状の捜索というのは令状主義の例外だから、極めてまあ限定的に考えるべきなんだって形で、その一応判例潰してほしいんだよね。でそこでまあ緊急処分説っていう形でやってください。じゃないとさすがにここで差がついちゃうから、同じような点数がこの論点のところに振られてるんだとしたら、緊急処分説取ってるとね、そこの判例の立場触れないで書いちゃうとちょっと不利になっちゃうと思いますのでね、まあ、そこのところね。で、まあ、皆さんもすでにどの立場立ってるのか決めてる人は別にもうそれでやってもらえればいいんだけど、立場を決めてない人は、私は基本的に、まあなるべく受験対策上ね、私が自分が個人的にそう考えてるってことは一切ないんですけど、基本判例の立場で書くようにしてるんですよ、私はね、これ受験の答案作るときはね。ですので、なんかあまり難しいことをやりたくないと。特に判例じゃない立場で書くときはやっぱ判例触れざるを得ないから、判例触れてまあ潰さざるを得ないからちょっと手間かかっちゃうから、まあそうじゃなくてね、まあ自分はまあなんか楽して受かりたいんだっていうんであれば、判例で書くのは実は楽ですね。よほどの理由がない限り、科目によっては科目の中のある特定の論点によっては判例に対するものすごい痛烈な批判がされているところがあって、そこはいいと思います。別に判例潰して学説でもね、でもそうじゃないところは多分判例に乗っかってやっちゃうのがいいのかなと思いますね。これまでの過去問の傾向からすると、その判例で書いちゃちょっとまずいのかなと思うのは、商法のね、会社法の事業譲渡の定義ですね。判例3つの要件全部満たさないといけないというふうに言ってるじゃないですか。一定の事業目的のために組織化されて有機的一体として機能する財産をの一部または全部を、まあ、譲渡してね、これが1個目の要件でしょ。で2個目で、その今まで営んでた営業を、まあ、受け継がせてっていう2個目の要件あって、で丸3で、まあ、法律上当然協業主義も大物と言ってやってるんだけど、司法試験ね2回出てるんですよ、その今日事業譲渡のところがね。でいずれもなんか結構ね、判例を批判していて、判例の規範使っちゃうとそのままだとなんかね、こう問題の出題が出てこないような事例をあえて出してるんですよ。例えば協業主義もあえて明示的に除くような契約作ったりとかね、やってますので、まあ出題のまあ傾向、これまでの出題の人が採点時間の傾向からすると、事業譲渡のところだけは判例を潰して、まあ、学説の方がすごく有力なんで、あそこはね、だからちょっと学説踏まえて書いた方がいいから、こういうのはね、結局だからあれだ、過去問ちゃんと検討するってことが大事なんですよ。採点時間に思うってことなんだよね。だから結局ね、採点実感というのはどの科目でも将来の受験生に与えたメッセージなわけですからば、でしかも、皆さんが受かるためには試験考査委員に評価される答案を作らなければいけないですから、自己満足じゃダメでしょ。まあ、皆さんが日頃、まあ、いろんなところに、予備校で勉強したりロースクールで勉強してて、そこの先生にまあ評価されても受かんないわけであって、その、ね、試験考査委員にまあ評価、されているような答案を作らなければいけないわけですから、やはりね、採点時間に書いてあることでいけるんであれば、なるべく、まあ、そっちの方でやった方がいいなというふうに思うわけですね。でこのところをこの後、私の9月から論文矢島の論文完成講座ってところで、まあ、司法試験の過去問とかね、予備試験の過去問とかその他旧試験の問題とかで、まあ、論文の、
書き方をね、まあ、私がこんな感じで、答案作って、もっとちゃんとしたものを作りますけど、徹底的にやる講座がありますから、そういうんでね、勉強してもらってもいいのかと思います。いずれにしろ、この今日の問題が難しいと思われる方は、まず基本知識ね、要件が頭に入ってなかったらもう何の、ね、もう歯も、手も足も出ないのは当たり前ですから、ちゃんと要件確認して、そして、この、ね、問題演習をするようにしてください。じゃあこんな感じで以上終わりになります。どうも時間過ぎちゃってすいませんでした。